3D でカメラ移動するのか。なるほど。お前がリーダーだ。あ、ちょっとこれリーダー渡すやつじゃないよ。プロモートだった。これ緑。まあでもこれでもバイオタにも権限いったんじゃない。あ、1P 取られた。2P。何？これ変なとこじゃん。これ1P なのか。一番左は 1P やろ。なるほど。ルールわかんねえやこれ。ね、受付聞いてくれ。ルールはとりあえず光電スパイダー、とりあえずあれを、本を出したい。本どこにあるんだろうこれ。そうね、本はね、どっかのこれの中かな、これかな。あ、あった、自分の上の袋の中にちょっとディール。あ、どうやって中見るんだっけ。なんか俺、あ、もう出ちゃってる。あ、それ一個一個か。どうやって中見る。でもぶっぱでもうこれ出てきてるじゃない。赤はいらない。俺とか適当に引いちゃうよ。俺とはあれだわ、ズームだわ。ん？俺とはズームだわ。俺と、うん、なんだっけな。中身は見る必要なくない？あ、これで取るのってこれさ、ディールしかない？うん、いや、なんか1枚取るんだったらそのまま数で。なんだっけ、順番なんかあれない？そう、あ、説明書。説明書がない。あったよな、でも。これが10枚。エンドターン。ウェイティング。なるほどね。ちょっと待って、俺らもね。操作が怪しいからね。フリップは F か。あの、他の人に見られないで裏見るのってどうやんだっけね。なんか俺とプラスとか、なんかなかったっけ、なんか、だった気がするけど。シフトプラス、あ、うん、シフトオルトか、多分。シフトオルトだね。ですね、まず、ナナさんは初めてですか、このゲームは。はい。なんだっけ、まずね、はい。どっから説明しよう。勝利条件は、うん。まあ一旦の流れをやった方がいいんじゃない、混ぜてとりあえず。そうね、最初がさ、何から始めるんだっけこれ。あ、ここに書いてあるじゃん。ボーナスダイス、特殊チップの評価、ルビー獲得。確かにここに書いてある。今なんかみんなのカーソルが集まってる、うん、7って何色だ。黄色。黄色か。あ、じゃあ見てるな、この。あ、ボーナスダイス、特殊チップ評価っていう、うん、またこの順番で。ノートブックに書いてあるの。ごめん、ノートブックに書いてある。ありがとうございます。ノートブッククリックして、ルールってとこ押して。で、あ、全部書いてある。で、一番上からやっていくと、ノートブックって一番上だよ。わかる？え？上のタブある？一番上のタブ。あ、はい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 。はい、ノートブック。一応、書いてあるね。で、やるからやっていくと、まず幸運カードフェーズがあるんで、うん、幸運カードをこれ1枚引きます、うん。これはなんかランダムイベントみたいな感じ。はい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 。まあなんかこれ書いてある、なんか例えば、全員が5点入るとか、なんか、うん、まあまあ適当なやつで、はい、それをやったら次ネズミフェーズ、勝利点トッププレイヤー以外のプレイヤーは尻尾マーク、 GM が来たぞ、 GM が尻尾を数えてトークンを置く。これ要するに何だっけ、あのゲーム、このドタのさ、うん、あのチェスあんじゃん、オートチェスみたいな感じで負けまくるとどんどん進んでいくんだよこれ。あー、ボーナス、負けボーナス、負けボーナスみたいのがあるから、うん、負ければ負けるほど 1位の人との差が激しければ激しいほど、まあ、有利に働くボーナスがあるから、まあ、それを使うって感じ、ね、でこれはなんか鍋、この自分のこれピンドやんだっけ、タブか、ね、ピンドってやってタブだじゃない。こういう風に各自鍋があるんだけど、自分の目の前にこれが鍋なのね。そう、そうで、これの7のとこ動かしちゃうけど、はいはい、まあ、ネズミ3個分とか、ボドゲ初狩りだ、まあなんかそういう感じになる。で、メインフェーズに次移るんだけど、引いたチップを自分のナメボードの上の適切なマスへ配置するってあるんだけど、まあ俺のこれ青いとこ見てて、はい、で、これが鍋の具材なの、この変な、あ、はいはいはい、で、ここから1枚適当に引きます、ガンと、はい、で、これ1って引いたら、この雫トーク、これ0なんだけど、この雫トークのところが、うん、ゼロのところから1だったら1、そのトークンを置くのね。そう、引いた、イエス。でこれまた1引いたから1、うん、はいはい、でどんどん引いていくの、3、うん、
で2だったら2個、あこうだよね確か、なるほどね、合ってるよ、俺もなんかちょっとで 1,2,3,4,5,6,7 で7になっちゃったじゃん、うん、これ7でダメだよね確かこれ7まで、あごめん7まではセーフなのこれ、7まではセーフ、8がアウト、そうで、うん、だからそうそうバあのアウトにならない、ね、バスケにならない、でこれ好きなだけ引けるのこれで中にはこの3とか1とか、まあ、あとこのなんかパンプキンとか、このなんか変なグリーンのやつとか、まあ、他にもいろいろあの購入フェーズでこういうの買ってって増えてくるんだけど、この白いやつ、はいはいはい、以外は換算しなくていい。なるほどね。そう。ああ、はいはい。だから今、この右クリックしてね、あ、ごめん。よいしょ。右クリックして、どれだっけ？サーチか、そう。サーチすると、中に何が入ってるか分かんの？で、これ引いちゃダメだよ。はいはい、ここから引いたら選べるから、もちろんダメなんだけど。はいはいはい、あ、あと1と3と1と1か。じゃあ、まあ、この場合、今7個だから、2分の1の確率でアウトだけど、そこのリスクリターンどうしようかな、みたいな。なるほどね。でこれ終わったらさ、あのスパイのやつやる？立花さんも来たいみたいな感じだから。あ、いいんじゃない？じゃあそこまで集まらない、はい。とりあえずこれはなんか見ちゃってしや。うん。で、まあもしこれ引いて1引いちゃったらバーストで持って得点がなくなっちゃうって感じ。なるほどね。でこれ爆発したらこれ引く。得点がなくなるか、あれじゃあ、まあ、なんか選べる、ね、買い物ができないかのどっちか。そうね、この後にフェーズがあるからその選択する、その、まあ、爆発させると、まあでもなんか得点がなくなるって思った方がいいかも、大抵得点がなくなる方を選ぶから、まあ、そう確かに、でここのフェーズの得点がなくて、まあここで止めたとしよう7で、そしたらここになんかさ、うん、8と1って書いてあるじゃん、あるね、このなんか白いの1の方が得点、あこれ下のじゃなくて、ここに表示されてるやつ、うん、ああはいはい、そうだ、下を見る必要はない、わざわざでさ、8はこれさ、買い物の金だっけ、はい、そう、何8はって上のポイント、そう上のポイントだったね、買い物の上のポイントは買い物 で右下のやつが得点ポイント、でこれでなんかエンドターンってあるから、これひっくり返せばいい、うんうんうん、そしたら終わりだよってなる、自己進行、みんな同時進行だからね、これそう、みんな同時進行でやるから、例えば隣の人がなんかすごい進んでるみたいな、なんか13とこまで進んでるみたいな、でそしたら俺もう引くしかないみたいな、負けないためにみたいのはあり、だから隣人を全然見たり、なんか隣人と早く終われよみたいな、ワイワイガヤガヤやるゲームだね。うん、そう。で、まあ、薬はあるんだけどめんどくせえから、スキップします。ルビーのタイミングで。で、次、得点フェーズ。で、これが終わ全員終わったら得点フェーズに進んで、さっき言った、まず1点なんで、これ自分の俺どれだ？青。だから、これ1に進みます。これが50までいく感じだね。50超えるよ、ね、そうそう50は超えるけど、まあこれが得点を表してるって感じで、一周してルビーを消費するので次のアクションを行う場合、よくわかんねえな、で得点フェーズ で、まあまあ、でルビーを消費して進めれるのか、あのこれあとはこれ従えばいいのか、違うか、だから危ないやつ従えばいい、あれこれあれなんだな、スペクテートだったらピン出せないんだな、特殊チーム、あここです、ここそうか、あの順番で処理していくから、でボーナスフェーズこれは確か1位の人が振る感じだっけ、あごめん、はいはい、そうそう、1位の人が振る、1位の人が左から順、そう基本的に左から順番ね、これだからで1位の人が進んでこの出た目に応じて、まあ、有利な得点が得られる、まあ、説明は振った後にするわ、実際にだからそのラウンドごとに一番進むとダイス振れるからお得ではあるけど、なるほど、ね、まあ、リスキーでもあるっていう、で次は特殊チップの評価なんだけど、うん、まあ、これはもう実際やりながらって感じになると思うから、まあ何かこれが置いてあったら5点とかそういうのがあるから、まあ、それやってね、うんうんうん、でルビーの獲得は、これ鍋の中にさルビーの赤いなんかあるね、さんじゃん、ここで終わらせれたらルビーが取れる、これは得点源だったり、止めるとってこと？そう、止めるとダメ、あごめん、要するに得点は、ね、そうそうそう、この状態見えてる、はいはいはい、時は得点だから、そう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 、はいはい、1個前で止まってると、で勝利点獲得はさっき言ったごめん俺飛ばしちゃったけど1点だったら1のとこ置くみたいな、このくだりだね、あこの1点2点で2点、一番重要なのがこのチップの購入、はい、でここが、はいはい、ここで俺の場合は8点だから、この8個分買い物ができます、ここから、あこれ値段この下の数字は、そう、そう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 、でまあ、あの買えるところのあの制限があるんだけど、ここに書いてあるようにターン経つと買えるようになるやつがあるから、あ、まあ、最初はなんかもう置いちゃってるけど、ね、これとこれは買えないのかな、そうそれは買えない、でこの4つから8点分買えるっていう形だね、
それぞれなんか特殊能力あるのね。で、いろいろ特殊能力あるから買うのと、あと、例えば、俺今発展持ってて、あ、うん、じゃあ、これとこれが欲しいってできない。ちなみに。あー、1個しか買えない。あくまで、その、1袋1個だっけ？1種類ずつ。だよね。あー。ここの袋ごとに1個ずつ。これとこれとかはいける。まあ、お金足んないけどね。お金足んないけどいい。はいはいはい。あ、1種類ってことはあれか？緑は1個だけ？緑、いや、基本的に確か。だっけ？緑は1個。あ、ごめんごめん。そしたら、こういう感じ。こういう感じだわ。そうそうそう。緑と赤は1個ずつ、みたいな感じの買い方ができるのか。だから毎ターン、なんか同じ色を1個ずつ買っていく、みたいなビルドの構築の仕方になる。緑たくさん入れたいとかだったりすると。だから2種類までしか買えないからね。そう。あー、そっか。うん。だから全部の種類1個ずつ買うとか無理。最大で2個まで。そう。で、2種類ずつ。だから俺が今8点持ってるから、まあオレンジ1個と緑1個っていう買い方が、まあ俺がする感じかな。ちなみに余ったお金は繰り越しじゃないんで。そう。だから青とか赤買いたかったら3点余らせるしかないね。あの8点だからこれも買えるか。ごめん。もう余ったお金はその時になくなっちゃうから。で、買ったものは自分の袋の中に入れてください。要するにターンが立てば勝つほど。袋の中身はね。ミクリでサーチすると何入ってるか分かるから。そうだから、ターンが立てば立つほど、要するにこの白を引く可能性が減っていくわけだから、最初のターンは8点までしか進めないけど、後半はまあ33点とかなるわけだね。まあ普通に覚えろって話だけど、サーチ別に使ってもいいよ、プレイ中に。全然いいと思う。残り何入ってるか。うん、まあサーチ使った後はちゃんとチャックしてるよ。そっか、上から引くのか。あれシャッフルって、シャッフルはある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 か、リロードか、あるある、マウスのステアある。はいはい。で、ラウンドし、で、買い物したら、ルビーの交換っていうのがあって、ルビー2つと雫1個か、この瓶が交換できるんだけど、まあ、うん、ちょっとこれ戻しといちゃおう。で、雫っていうのは、このスタート地点の話？これスタート地点が2個使うと1個進んだ。単純に得点が得やすくなるって感じだね。開幕のスタート地点が伸びていくから、そう、奥までどんどん進めるようになるって感じ。で、この瓶っていうのがさっき説明しなかったんだけど、この瓶使うわって言って使った後に、うん、さっきバーストしたじゃん、あの7点、ね、8点になった時、はいはい、にそれを戻せる1回だけ。バーストじゃないよ、それはダメだよ。え、使わなくて、あれじゃんけ、こうやって直前に出した白を戻せるって。直前の、あ、ごめん、例えばここで、そうだそうだ、俺いつも間違えた。これが3だとするじゃん、3。直前に出した白を戻せるだけだから、バーストしちゃったら戻せないって終わっちゃう。そうか、3出た後に使っていいんだっけ。3っていうか、まあ何出てもいいけど、とりあえず白が出たら、やべえなと思ったら使って。そう、使わないと、先に使わないとバーストした時点で負ける。使ったらもうそれ、いつも逆にしたら。まあ、使用済みの状態になって、このルビーのこのターンに、要はこれを復活させれる、2個使って、そう、補充できる。使ったやつを戻します。このゲーム好き。このさ、雫を真ん中のスタート地点伸ばすやつあるじゃん。それ、うん、ここの下のバーの方も伸ばせるから、どっちかね。これ、何伸ばすのなんかあるの？下は行くと、その上に乗ったカードがもらえる。伸ばしたものが、そのターンでもらえる。なるほどね。まあ、これ結構伸ばさないとリターンは薄いと、ね、なんかね、こっちの雫伸ばすビルドとこっちの雫伸ばすビルドがあるね、うん、まあやってみればそっちが伸ばせればねけど、やるぞとりあえず、はい、そういうことで、まあここの本に書いてある効果はね、読んでくれとしか分かんなかったっけ。俺もやべえ、覚えてねえ。ちょっと経験者多いんだったら青だけ変えた方がいい。特殊チップ評価時青あれ、青はこれ面白くないから変えようぜ。確かに変えた方がいいと思う。これだね、これ青の、はい、それ次のこれもこれで強そうじゃね。青のチップ先までの、いやけど分かんないでしょ、使用感が。まあとりあえずこれでいっか。とりあえずこれはあれだね、あの前やったことあるけど、セーフティーだよ。要するに置いたら青の数字分爆発しても大丈夫。へえ、なるほどね。ああ、強化でさよから最初は。その代わり爆発したらそこで止まるって感じ。チップを止まる。止まるけど勝利点と買い物はできる。ああ、なるほど。あ、爆発したらね、勝利点か買い物点。だから、どっちかしかもらえないから。分かってると思うけど、あれだからこれだから小さい数字は極端に弱いから、この青。そうだね。次のバーストでバーストしないといけないから、逆に言うとね。7ターン爆発した時のデメリットは、その、最後の数値の勝利点か
買い物店どっちかしかもらえないってだけ。だけだけど大きいから。あ、ルビーはもらえるからね。うん、それだ。好きな方選べるから。ルビーってこれ進めるの、進むやつかトークンを。うん。3ビーの交換しか使えない。そう、一番最後に一番最後に。そう、基本的にはでも持ってる数かける2個で。それはないようなもんだから。2個で1点ってことね。はいはい。そう。基本的に貯めておく理由はない。基本的にはね。じゃあ、行きますか。どうぞ。はい、行きましょうか。あ、以上一回自分のやつシャッフルしてね。はーい。みんな10枚だよな。はい。サフランとか実況さんいいんだっけ、はい、幸運カード行きまーす。1枚行くぜ。なんだ。全員バックをシャッフルし5個。数値を最も少ないプレイヤーは、青の2チップを獲得し。全員バックをシャッフルし、チップを5個引く。数値が合計が最も少ないプレイヤー。あ、これ、大体みんなこう一緒にならないか。そう、序盤に引くと一緒になるから。5個引けばいいやる。1、2、3、4、5。弱。5点と、8点。7点。7点。できない。7点。まあ、8点がいるから、その人が。おぉ。ちょっとアバヨさん以外がおルビー、積んだわ。最も少ないプレイヤーだからな。なんだってバイオさん以外が、積んだわ。青の2チップを獲得。イェーイ。勝ったな、このゲーム。もう、俺、どうした俺もう、バイオさんルビーもらえる、ルビー。ルビーもらえる。どうした俺もう終わっていいあ、バイオさん、救済システムがあるから。大丈夫だよ。積んだろ、こんなの。ふざけんなよ。これは積んでるかもしれないが、よくないじゃん。このゲーム積んだからあれ。ふざけんなよ。ぶっちゃけ序盤負けてようが、どうでもいいから。いや、チップが1枚ないのは無理だろ。どうでもいいんだよ。けど、あくまで考えたんだよ。この青と違ってあれだから、強くないから、序盤は。このハンデ、ハンデ。いや、この青序盤だからこそ強くない ?10 ポイント分。後半で自己死を防ぐためのカードだから、これ。序盤は弱い。てか、バーストしないもん、序盤。いやでも序盤だからバーストできるんでしょ、これだって。バーストできるけど、そもそもそんな風にならないから、あんまり。よっぽど運悪いからね。いやでも、これも引いてっていいんだっけ、はい、引いていいと思います。はい、爆発します。全員エンドターンです。いくぞ。3、4、5。あーえこれパンプキンとか置かないんだっけ置く、ね。パンプキンとかも置く。けど、それに、それはバスちょっと待って。3が1枚。俺、毎回運悪いんだよな。3が1枚。あそれはお前積んだわ。もう、ふざけんなよ。それはお前積んだわ。俺、ルビーもらえるなら、ルビーで止めとこうかな。俺、まだ引けんだよな。ふざけんなよ。7は、これでも、残り 5枚中、白が2あるから、それどっちか引くと終わる。これ2分の1です。うんこだ。もうやめやめ、じゃあ無理だな。やめやめ、このゲーム。ほらほら、はい、来い、次行こっか。次。まだ俺、まだ持ってます。あ、まだやるのか？お前やるの？今回の実況解説はこれで届くさんです。あれ、バーストしてる人が2人いるけど。ターンエンドってことか。あれ、3人バーストしてない？いや、バーストしてない。いや、まだ俺大丈夫。タイヤリでした。7はセーフか。はーい。別に序盤のバーストそんな痛くないから。で、あ、そういうことね。一番進んでるのが、9ポイントで同率で俺なんで、はーい、振りまーす。え、でもこれバーストしてても関係ないの？いや、関係ある。いや、関係ある。関係あるけど、序盤のやつって1ポイントしかいないから。違う、だから、勝利ダイスに、ボーナスダイスに選んでいい。勝利ダイスは、いや、曇りバーストしないですよ。俺だけでしたから。ああ、そのバーストしてないんだ。7と曇りの勝負で、曇りが一番上だから、ね、曇りが。はい。1個進めまーす。こっちの雫。で、特殊チップ。緑かな、最初は。特殊チップだな、ね、緑は関係ないかな。うん。最後から2番目の緑があったら、ルビー1個もらう。ないです。はい、はい、次。ルビー獲得で、ルビーやった。ルビーもらえない。7以外全員。あ、そっか、俺ももらえるのか。いや、バーストしてもいいから、ルビー取りに行くのもある。そうね。ああ、なるほどね。勝利点か購入か人によっては選びつつで。まあ、バーストやつは取らないから、7と7は自分でやって、勝利点。1ポイントかな。はい、1ポイント。黄色のマーカーを。序盤のこの勝利点、マジでまずいから。で、どうでもいい。買い物タイムです。買い物でーす。はい、これは個人で頑張ってください。そう、9。めんどくさいんでね。そう。どうしようかなー。あ、これなんだっけ
え、弱いなー、赤。ああ、これだ、ね、赤はカボ、赤はカボチャビルド。いや、これ多分いや、これカボチャじゃない。カボチャじゃない。これカボチャ今回、無意味かもしれない。どうしよう。9点って微妙なやつにしたな。10点にしてよかった。あ、これの1と、これの1もらいます。ルビー、ルビービルドで緑でしょ。これ終わり。いや、これとこれかな。母数を増やすべきだ、最初は。本当に？いや、いや、緑でいこう。サッカーとかしとけ、サッカー。あ、中入れないといけないんだろう。みんな取った。最後、ルビー2個使ってっていうのをやる人は。これ2個使って1個進めます。同じく。なるほどね。この下ビルドやってみよう。1個もらえるよ、ルビー。で、1個もらって、捨てて、もう1個進む。あ、これもう1個って進めれるのかな。それは、本来はできるけど、そのタイミングだと確かできなかった。だって、報酬もらった後だから。そうなんだ。じゃあ、2個にしとこ。はい。みんな OK？ OK。はい。じゃあ、物全部戻して。シャッフルして。戻してって言ってるより、戻してないのお前だけだけどな。まだ、ネズミのボーナスはなしと。はいで、これ次にやって、はい、黄色が、黄色が、はい、何これ。黄色強いんだよな、これ。確かに強そう。黄色いよ。黄色弱いよ。白の次に引いたら、白戻すから、その。黄色弱いよ、これ。運ゲーのクソもないぞ、これ。いや、運ゲーよ。いやいやいや、運ゲーを制すれば。運ゲーを制すれば勝ちよ。はい、カード引いてください。はい、カード引きまーす。はい、ありがとうございます。はい、なんだ。ポットが爆発したかどうかに関わるルビーを獲得できる。へぇ、ルビーマスで止まれば美味しいんだ。なるほどね。はい、じゃあ始めまーす。ルビー爆破が一番美味しいのか、じゃあ。そうね。いや、そういうわけではない。まあ、極端でもそうだと思うよ。これ、処理点2まで行くのこれ。って感じだし。だから爆発の効果は引き受けるんだけど。左上の13かな。13取れれば一番美味しいかな。ふざけんなよ、マジで。え、こうやってさ、爆発の効果でも受けるんでしょ。あー、なんで爆発の効果受けるよ。あ、ちげえや。この俺全然違う感じか。1、2、3、効果の1、やだ、ちょっと、嘘でしょ、ちょっと待って。あ、まあ4、はい。あれ、青ってなんだっけ。サーチ。いや、無理だな。終了。あー、なるほどなるほど。はい。1、2、曇りはもう1回はフリーで引けるから、絶対。そっから先どうするかじゃない。問題はルビーを逃してしまったがゆえにって感じだな。いやいやいや。ルビー大事だな。2引けばお前。まだいける？まあ3あるんだけど。3引かなきゃセーフだよ。3引かなきゃセーフ。なるほど。確かに。言えてるな。お、最強。うぅ、終わり。強い。ほら。あ、死んだ。あ。あれ大丈夫。あ、でもバーストしてても関係ないか。関係なくはないけど。なの割り？曇りがボーナス。うん。あ、でもこれ、完璧な。はい、悪いな、みんな。完璧な俺が独走するぜ。1ポイント。で、はい、特殊チップ、評価してください、勝手にみんなが。まあ、緑しかない。基本的に緑しかないから。ないです。僕はないです。みんなないです。ルビー獲得して。ルビー、はい、俺獲得。俺止めときゃよかったな。ルビー取った人はプラス2ポイント。あれ？ルビー取った人はさらにプラス2ポイント。ルビーいねえわ。残念。あの、ボーナスで、俺は何よ。マスに到達してたでしょ、これ。バイオさんなんで。ああ、エンドターン以外の操作してるんですか。もらえるマスに到達してたらなんで。要するに、ルビーもらえるとマスに止まってたら2ポイントらしい。余裕でしたわ。で、まあ、ルビーを獲得しつつ、あと勝利点のか。勝利点なんて俺が2点だから。勝利点はバーストしたやつは取れない。基本的に取らないので。うん。で、チップの購入。これも勝手にやっとこう。ただこれあれだよね。先に勝利点の方進めたんだよね。うん。うん、OK、次、チップの購入勝手にやってください。はい。15。出た。俺これ、買った。出た。出た。黒買うやつは。黒買ってないからな。どうしよっかなぁ。これでいいのか。かこれで。はい、オッケー。
俺も黒と、じゃあ俺も黒顔、でもなー赤にしよう。いや黒顔一個は買っとくの美味しいからな。皆さんどうすんの？買った？もう買った買った。戻せ戻せ。基本的に買わないからな。あ、グルーピングしちゃったんだけども、よいしょ。で次、あれルビー、あ、1個か。今から見始めたわけだが、1個も理解できない。わら、ブラックジャック的な引きすぎ罰があるのは分かった。あ、俺は勝手にルビーあれしてます。使ってます。俺は何もできないんで。で、意図的、これ、今ゲームちゃんと集めないとルビーは取んないから、一緒。ね、これ、どこ、このブルーどこにいんの？このブルー分かりづらいんだけど。あ、ごめん、はい。次、あれ、曇りがトップに出たんで、その曇りと曇り以外は1個だね、間の。うん、自分の間のネズミの尻尾の先やらない、やらない方がいい、やらない方がいい。カードで先にカードにネズミの尻尾の効果があるから、はい、なるほどね。あ、最初に引いた白チップをバックに戻すそうです。以上です。なるほど、はい、ポイントに置かずにってこと？もうそれ戻すで、くもりくんが1位で、その自分との間のにいるネズミの数かける1マス、うん、ネズミトークンを受けます。そう、ね、鍋にで、そこからスタートできます。この白チップってあれだよね、置かずに戻すってこと。戻す、強制的に選べるんじゃなくて、そう、戻すっぽいね。え、次のあれね、あれ紫のやつ、紫から金だからね。はい、す、ありがとうございます。これ何？紫はこれはあの引けば引くほどボーナスが手に入る。あー、だからたくさんないと、たくさんないとゴミ。いくぞ。はい、 OK。 何にしよう。おー、後ろじゃない。100戻しです。戻しねえ、確か。そうだよ、なぜ戻していいだけで戻さないといけない、強制的に。で、3、なんで、あ、ありがたい、はい、はあ、4、赤チップを置く前に置いてチップチェックする。一緒だったらか、うん、意味がない。さっき6分の1引いたんだよな。いける、どうでしょう6分の1引いたんだよな、はなかなか5分の1？ うわー、うくづけさん、これ俺って緑チップの効果あるの？いけるいける。弱いなぁ。そこで終わればね。ブーストブースト終わり、エンドターン。爆発したんだけど、待てよ。爆発したけど、したの、爆発したけど、ダメだよ、引けないよ、爆発した瞬間からもう。これ青だから、青はそのペナルティがなくなるだけで、爆発したという事実は変わらない。 OK。なんだよこれ、クソだろこれ。みんな高いな。高くねえよ。でも俺前回こんな感じだった。いや、なんかでもバーストしなきゃいい気がするこれ。でも白が7以上だとバーストだって。まだ3点ない。まだ3点ない。まだ5分の1ってグレムリンで毎回保険かけるか。いや、終了。俺運がないからね。コマカが行くよ。特殊チップ評価。まずはボーナス、はい、ダイスは、ボーナスダイスは、7です。振ってください。はい、バーストしてなくてなんで、はい、これを振るのね。はい、はい、RR でのり1進めてください。1ポイント。はいはい、はい、で黒強化チップ先に黒がいいな。バイオと、そう、バイオと曇りだけだから、バイオと曇りは両方とも地づく石を1個進める。強い、やったぜ。お前らお互いに隣でやってるから。ちょっと、まあ、先に戻す。足を引っ張り戻すか。あ、しずくし1個吸って。で、俺はルビーかな。はい、勝手に。で、あれ、次、ポイント自分で勝手に使ってください。これ、緑の分引いていいの？あ、緑の分もある。そう、あの、勝手にやっていい、慣れてきても勝手にやっていいと思う、これ。正直、確認取らないで。で、まあ、ルールが分かんなかったら聞いて、勝利得点が2点だから、青が2点で、なんだっけ。このゲーム確かにバーストして、そうね、前回バーストしまくって負けたんで思い出した。10だから青が強いんで、10番バーストしないから、ね、はい、強い。勝利点なんて高い勝利から、勝利点なんないわ俺に。バカめ、このか、この中で一番強いのはこの紫。ルビー使って本当に進めます。紫が9点でしょ。9と、あれ、入れれない。はい、紫ビルドがこの間いたな、リアルでやったとき。俺は弱かったんだろう。いや、
強かった、そこそこ強かった。確か2位か3位ぐらいだったはず。終了です、それは。だって出すだけで、4枚とかあって出すだけで絶対ポイント上がるの。まあ、確かに。あとはみんなの処理を待ってネズミを置くだけです。かぼちゃビルドしたいんだけどさ、今回かぼちゃさすがに弱いからな。わかりやすいかな。確かに。全部終わったらウェイティングにしてそうね。はい。7、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 
もっとお前ら R ボタン連打しろ、お前。で、サイクロ全然関係ない。特殊チップは、俺は両隣に勝ってるので。いや、これダメだ、これダメだ。じゃあ、これじゃない。雫石1個進めて。片方上回ってるから、俺は。青の2点と、あと、ルビー1個。で、これしか勝ち目はない。で、紫が。で、で、ルビー獲得で、ルビーと。すごい、ルビーが、すごい。で、勝利点、得点が3点で、青はの3123で10のとこまで。16で、チップ購入、15点。紫が9では9と、俺と、9だから7変えるのか。15ってな待ってますよ。これネズミはこっから進めるんだよね。1,2,3,4 そうだよ。そう、雫石からここでいいの。あー、なるほどね。これまあこのトップの人がもう動かしてるのはそこでいいんじゃない。このネズミ、このネズミはネズミはスタート前、尻尾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 、ネズミの尻尾だね。尻尾の数だから7、それ4だよ。4でいいね。じゃあここでいいのね。で違う、でスタート前にやればいいと思うよ。わけわかんなくなるから。ね、あのだからネズミ系のカードの効果があるから、あんまりネズミ動かない。ああ、なるほど、ね。ルビーの効果やります。で、これで黒の1と、はい。ルビー全然もらってねえや。あと結構ルビー進んでんな。あいつ、やべえ。ガチよ。なんか下の方めっちゃ進んでんの、本当に。ガチルビーマンよ。新しいビルド。あ、まあ、メインの方進んでないから。はい。あ、俺が最後か。オッケー、はい。はい。で、カード引いて。ターン進めまーす。あ、ターン進めといて。通常通り、サチ引いてその分のルビー。ネズミしよっか。要するに、ネズミを3。なるほどね。ネズミよっかどうかか。え、俺、1、2、3、4、5。5ネズミもいるんですけど。あ、でも3、1から3か。3までです。3までです。さすがに最高さ。あ、でも3ルビー。じゃあ 2ネズミ引いて3ネズミこっちに置けるってことですか。それはできる。自由にやれる。じゃあ2ネズミ引いてルビーもらいます。強くない？おーい。あいつは仲間外れだな。俺だけ。これがネズミビルドよ。弱いんだよな。で弱いんだよな。カード引いたから、これでもう引いてっていいのかな、俺。スタートかな。そうだね。あ、黒引いたわ。黒引いたわ。あ、違う。なんだあいつ。白引くな。黒アピールしやがった。黒引いたわ。黒の処理しねえや。オセロみたいになってんね。あれなら黒の処理しないから1マス進めていい。いいよ。7は持ってないし、黒。引いてたよ、確かに。バイオさんは引いてたけど、7は持ってないから1位よ。1マス。今回だけやで。ありがとうございます。ふざけんなよ。はぁ、待てよ、落ち着いて考えよう。まあ別にだってあれバイオまだそれ3引かないかも。これ3引いたら、いやでもこういう引くから俺。考えよう。ウィーク2もダメだ。2枚2枚ダメだ。惜しいやろ。10分の1を引いたんだけど。いける。おかしいだろう。ぽい。たかだか 25% よ。はい、そうすんのやめた。あ、これ入ってないのある？ワイトワイト。今落としたか。間違えた。待ってよ。What？ ふざけんなよ、クソゲー。おいいぞ。出てえな。たくさん進んでんの、あいつ。うんこゲーやな、これ。うんこゲーやわ。ほんと。ほんと、うんこゲー。いやー、俺引きたいけど引けないな。勝てるかな、くもりくん。うんこゲーやわ。これが4の力よ、4の力。Violet 61 EZ。いいや、ストップしよう俺は。おもんな。あいつ、おい。やるね。え、ポニョス強くね？す？なんだこれ。解説の仕事に戻ろう。いやでもこれで5だから。おかしいだろあいつ。まだいけるんじゃね？まだいける。まだいけるんじゃね？あと5枚。何が入ってんだ一体？ちら？ちら。半分の2か。まだただね、黒を引いとかな いと黒にあるよ俺。黒引いとかないとな、ポニョ君。雫が動かない。黒にあるよ俺。え、
あ、くそ。はい。はい。これは、鍋を爆発させるゲームですか？ボーナスダイスで。ボーナス。ただ、おめでとう。2。2、やったってか、あいつ勝利点がないと無理なやつだ。特殊効果は、俺は雫動かして、俺これ2点だっけ。2点と、あと、であとこれで俺が1点。あれか、ルビー。ルビーすごい、ルビーなし。で、ルビーないよ。あ、ただ、あ、まあ、ルビー最後に処理するんだ。で、ルビー獲得。はい、ルビー、すごい勝利点が勝利点なし。で、購入17、チップ購入は15ポイント分。15ポイント分。21点分。と、8点分だから、これと、21点。15。15。15。いや、俺はマンドラゴラにかけるぜ。これと、言うてもこれ半分ぐらいターンだったんですよね。早いね。あ、ちなみにこのターン、次のラウンドから白の位置が増えますよ。はい。15。バーストラインに上がります。バーストしやすくなる。これと6666。で、俺ポット買います、ポット買います、ポット買います。お、5件買ったな、あいつ。これ1個分しか進めらんないんだっけ。あ、いや、進めれるけど、そっか、もらって置いてがダメなのか。だから俺4つ払って。そうだね、それ2つ動かすのは問題ない。でもダブルよ、じゃあ赤の2と、あ、そういうこと。赤の2とポイント。あいつめっちゃ進んでんの。あいつなんかすごくでか、あいつ。1、2、3。さすがに不正してないっす。でもこれが強かった。あ、変な雫。雫1動いてるぞ。え、3で、これなんで雫2つあんのこれ。これ君のここの属性です。これ。で、はい、あれなんかあいつ次ウェイティングです。俺、俺はウェイティングです。はい、行き、はい、じゃあ、行きます。待って、はい、と、はい、こっちの、そうね、はい、チップ拾います。チップを1個ずつ持ってってください、自分のバッグへ。やだ。好きな色の 4チップを1つ取るか、このラウンドに受け取るネズミの本数分の勝利点を獲得。そんな好きな色しかないでしょ。好きな色の4つは多分ここまででしょ。4チップは、いや、 4のやつないやつだ。 4のチップどれ か。なるほどね。4のチップどれかです。え、じゃあこれが強くない。甘いんだよな、赤なんだよな。いや、青じゃね、青じゃね、青だわ。青じゃねえか。終盤は青は強い。青だわ。なんだよ。ギャンブルするんだったら黄色は強い。ギャンブルするんだったら赤だ。青だ。赤だろ、赤。黄色でしょ。俺は先へ進まないと勝てねえんだよ、もう点数的に。はい、行きまーす。はい。そろそろなー。あ、ほんとだ。お、4引いたんだけどー。うわー、最悪。いいね。あ、黒引いたわ。黒引いたわ。あ、でもこれで、プラス1できると。あ、俺ネズミ計算してね、そういえば。あ、ネズミが、はい、ネズミ計算します。3本部だ。あ、確かにネズミ計算しないといけない。あ、ほんとだ。けど、まあ、とりあえずあれ、これ、薬指に使います。ちなみに7は7、7は7つネズミね。はい、7つ。わかんない。ファイバーストしました。ファイブネズミだ。ファイブネズミ。ここから7個進むよね。そう。じゃあこの後ろもこのままでいっか。あ、一応ネズミやってくるわ。ああ、そうでしょ。今2かまだ。5、6、7。青の4強。青の4強これ。黒引いたわ。うやる。紫全然効かないんだけど、なんでこれ。薬使うわ。これ戻していいんだっけ、白最後の。うん、黒引いたわ、はい、あ、あいつ黒引きすぎじゃない。あ、
7は3枚アウト。9枚中3枚。ん？嘘でしょ、これ。1、2、3、4、5。いや、もう次。引け！ 2、3、4、4枚か。来たー！おかしいでしょ、これ。どんだけ他の色あると思ってる、これ。来るな。この鍋学生な。はっ！バーストしたくねえな。まあ、それで爆発するんだけど。1、2、3、4、5。さすがにいいやじゃん。いやもういや引く必要性ないのでなんだいでも俺これ引かないと2人バーストしてんだよねそうでじゃあ俺これトップ今やめても一応トップってかあのバイオと同率したから2人ともトップだね無理しなくてやだやだそれバーストアザースデメリスルビーが欲しかったからねデメリスアザースってください2点やだ新しいチップ欲しかったでこれは特殊このターン、うん、特殊しずくと1点あります1点ルビーとルビールビーうんめ1点でボーナス系ルビー獲得はなくて勝利点は6点さらにあこれ今回ディップ点じゃなくて勝利点もらいます勝利点はいなるほどねで6点で青のバーストだから大丈夫だからチップ購入21 3,4,5,6 点の21買い物え青やろこんな青やろ青ビルド2121って微妙だな数値でさらにルビー2個使って21って微妙だなバーを戻してあいいよすごい迷ってます。まゆいまいまい。紫と黄色の運ゲービルドだ。運にすべてを託す。お勝利点の差がついてきましたよ。エンドターンでーす。まあルビーの生産とかやらないんだったらあれだけど。あ、そっかルビーの生産があるのか。あ、3点。あいつルビーエグ。あ、違う、ここじゃねえや。1、2、3。あいつルビーエグ。あれこれ俺減らしてたよね。今。減らしてない。2マスが進んでないこれ。あさっきあれで特殊効果で進んだんでしょ。雫で。黒の雫で。黒の雫。終わったみんな。終わったけど。終わりました。終わったな。次は？このカード？はい。はい、いいの ラウンド進めます。ポットを爆発させたら爆発されたプレイヤーの左のプレイヤーは好きな色の数値が2のチップを1つ獲得だって。あ、爆発しろよ、左爆発したら左のやつが獲得できる。あ、じゃあ、頼むぞ、7爆発しろよ。皆さんよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。はい、7全部コマ落として、白出てるから。はい、確かに。ね、ネズミ生産。確かにネズミよろしくお願いします。データ爆発します。7一体これ何個あるんだお前。11個。うわ。あいつネズミだけに11個進むだと。ナイス。あんこうか。何これ。あ、俺またシャープしなかった。はい、3引いちゃったなー。いやーなんで。キロ。はい。やばい。これ取った、これあの時でいいのか。いやー、やったー、ここで引くのはない。あ、黄色そうじゃん。あら、それを、あ、1個前の白を戻していい。やったぜ。そのままで。うん。よし。じゃあ、七。ふざけんなよ、クソゲー。マジで。七。マジでふざけんなよ。いや、ここ、ポーション使おう。止まらねえ！いけるいける。よし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 。OK。
結果は同じ。3、4、5、6、7、8。ふざけんなよ。バーストしたけど、バーストしてないわ。とりあえず。どんな確率だよ、これ。一応バースト音色よ。それ。まあ、あの、ボーナスが出ないから。ありがとうございます。あ、7強くねえか、あいつ。これ爆発。Violet 61 EZ。したとしてもだからね。してはいるのか。じゃあ、してる。うん。ちょっと待てよ。うんこゲームだな、これマジで。おいとつみぶがあるせいでさすがに強い。こんな終盤にこんな引き方してたら、どうしよう。やるやん。やるやん。いっぱい確率ラウト。いいよいいよ、俺はこれでいいわ。俺待ってよ。あとな。バグしろや。すいません。いや、きついなぁ、やだなぁ。俺もターンエンドでいいや。黒も引かねえしよ。はい、生産します。ボーナスダイスでーす。1位の方。1位の人。ボーナスダイスと、あと、幸運カードか。あ、幸運カード。曇りはボーナス、カードのボーナス出てください。2のチップ。2のチップ。あ出てる中で2のチップです。やったー、黒がない、この人。そう。クソだから、マンドラゴラ。1枚も引かねえんだけど、黒も。で、とりあえず俺は1進めて、ルビー取って、左右が出てないから、うう、嬉しい。続くとルビー。で、ルビー取って、勝利点は、これあと2ターンのか、いらない。勝利点なしで、緑の蜘蛛の受け付かのこれ何 ?20、12点ってことこれ。あ、そうそう。12点と2。最大12点。カードが、ん ?29 円ね。はい。あと12。ふざけんなよ、この引き方。これ3枚とか取っていいんだよね、足りてれば。いや、ダメだよ。2枚までだよ。2枚までだよ。2枚までか。じゃあ、15の。ぶっちゃけ低い枚数を大量に取ってくるの一番強いかな、そしたら。27だから。はい、そう。で、なんだっけ、あ、で、ルビーの交換。いや、ほら俺は青ビルドに行く。で、最後ルビーか。1。ウェイティングでーす。ルビー2個分で、続く1。はい、終わり。あ、雫1じゃない方、いや、これあれだな、薬だな、今は。薬とかいらんいらん。いや、薬だね。保険を勝ちなきゃ。こういうふうにネズミが強いから別に、序盤負けてても全然追いつけるから。まあ、ネズミで11とか稼がれるとさすがにやな。はい。で、幸運カード引くこそい。はい、OK。7もいい？ああ、ルビー。そう。まあ、7が終わってんのよ。まあ、薬戻すのも終盤だと強いし、どっちでもいい。はい、引きまーす。はい、どうぞ。紫だ。所持しているルビーが一番少ないプレイヤーはルビーを一つ獲得。同数の場合は同数のプレイヤーが全員獲得します。なんでお前ルビーあんなやつだ。ありがとうございます。ゼロなんで。ふざけやがって。すまんな。はい。で、はい、ネズミ計算ね。あと俺が。1、2、3、4。4ネズミ。1、2、3、4ネズミ。はじめ。あいつらネズミめっちゃ多すぎやろ。はい。どっちだっけ、前か。ふざけん。はい、うわここで引いちゃいます。うわ黒引いたわ。ふざけんなよ。いや、黄色。黄色。黄色。いや、黄色引くかもしれない。黄色。黄色引くと。はいザーケット。あ薬使ってもいいんですよ。ないよ。はぁ、なぜないんですか。クソゲーだろこれ。これだとプラス1個で進めると赤が。赤強くねえか。はい、なんか薬使う。赤と黄色どっちが強いかって言ったんで、赤と黄色も強い。薬使ったら戻すんだよね。戻して引くんだよね。さあ戻し。いや逆に1個しかないじゃんこれ。いけるいける。余裕やろ。そうのくせにアンビリルしたからゲームに分からせられてるわ。まあまあけどまだまだ。いや、これは俺薬使ってもらう。これ2枚だから。なアウト。そん中に2枚だからアウト。2枚だよね、アウト。引けない引かない。よし。マダナイクユーグルー。引かない引かない。
みんなすげえ進んでんだけど。弱いやついるな。あれなんか一人どうした？なんか初期かなみたいな。初期デッキかなみたいなやついる。はいはい。ふう。7! なんでみんなそんなにいんの？ポニョ1個引いてやがるあいつ。待て、俺もちょっと。14分の1やろ ?5 だから1枚、1枚以外は大丈夫なんだな。こんなん引く、俺絶対引くよ次。僕7でしょ？言うて10何パーセントよ。一応俺が今1位なのか。10何パーよ。はい。無理やろ。ほら、ほらさ。4枚あるでしょ？わよ、あれ、まあ、ここでバーストしたらここなんだよ。まだ行きますよ。騙された受付さんに。まだ行けますよ。コミック引かないんですか？あの、出来が完成してると思うんだったら、もうここであの、もう、行くしかない。ポイント行くしかない。24?24? Let's go。なんかみんな24じゃん。行ってみようよ、あと1枚。食い手分の1なんで。早くしろよ。余白呼吸を。勝負か。ちょっと待って。勝負出るべきだ。今。早く引けよ。いや、僕の勝負しなくていいんじゃないか。俺の方が勝ってるかな一マス。確かにポニオに負けてるんだよ俺。であと2ターンでしょ。で俺次ルビー引いたら。まだ。ちょっとね。4つでしょ。ほら。待てよ。お強い。勝てない。はい。曇りは1位だからな。来た。無理しなく。まあな。いいのは来た。もう一回。ただ別に俺。いや、俺は引ける。引く。青があんのか。もう一回。ポイント踏みすぎでしょ。なんか一人進みすぎてないあいつ。いやまだまだ。12分の4でしょ。いける。ドラッグバースト。来た。8分の1。3引かなきゃ俺はまだ1人いけるんだよね、これ。確率の壁越えてるやつがいるぞ、あいつ1人。3の5でしょ。まだ5だから、3引かなきゃいいでしょ、3、下の。8分の1でやる。おーい。何あいつ強いんだけど。11分の4! 1 more。11分の 4! あと1、引ける男が。あと1点取ったらあれか。お前は引ける男なのか？点数が増えるのか？はっ、あ、シャフしてない、これ。なるほど。待って、俺も確かに青あるんじゃね、まだ。青ある。青あるんでしょ。青あるんでしょ。まあ、さっきみたいな青の4引いたらかなりでかいと思うよ。その後何もないから、ね、基本的に。今 23? でも今 27? うん、はい。ザキンだよ。なんだあいつ。ナイス。隣で爆発してるな。クソゲーやな。もうええよ、このゲーム。終わり。サニアナラ。どうした？なんか嫌なことあったか？ヴァイオレット61 EZ。聞いた。なんかあいつバーストしてる。バーストしてるやついない？ここバーストしても。引くよ。はい、終了しまーす。まあ1位なので、はい、ね。ボーナスダイス、はい、お願いします。1点。あ、まあまあ1個もらえる。やったね。俺が、特殊チップ評価。黒2なんで、緑がある。4点とルビー1。黒なし。あれあった。あれもなし。1、2、3、4。はい。紫。一応4点は入るっていう。俺は勝利点しかもらえません。はい。ピンク1なんで、勝利1。あ、これもうワンチャンないか。まだあるな。ない。最終でラストまで行ったら、だいたい2、30点入るから、逆転できる可能性ある。曇りが爆発することもある。考えてある。勝利点獲得した方がいいのかな。25だから、あと6入る。まあ、デッキが完成してると思うかどうかだと思う。最終にかけるかどうかで。普通は取った方がいい。点を。勝利点獲得したらだってこれそうだよね。ルビー使って俺一個進めるわ。最後ルビー勝利点1点にした方がいい気がするな俺これ。
もう勝てる気してんだよな、もう8点でいいや。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。いやもう曇り運次第だね。いやもう2位、せめて2位って感じだ、俺の中だと。あ、下手くせよ。それいろいろ。下手。はい。なんか何これ。俺の爆発が。あ、俺の爆発が。待ってください。はい。なるほどな。はい。ルビーの生産いいの？あと。俺はルビーの生産しないぜ。はい。一点にするぜ。次ラストラウンド？ラストラウンド。はい、ラスト。ルビー。じゃあそのルビーちょうだい。あのラストだからいいけど。俺これ。バイオスのビルドあの。口や。何？この動き方よ、その動き方あまり良くない。何が？え？だってラストに入る雫石のボーナスは無理だからそれ。雫石のボーナスが無理ってこと？引いたら爆発する DLC チップ。あ、黒のボーナスに入る雫石のボーナスがゼロになるんで。まあ、出なかった。ラストに入る雫石のボーナスって何？そうそう。ん？どういうこと？要するに黒とか紫で雫石進めるよっていうボーナス入った時に、中央のああ、確かに。だからその話を言っちゃうのはあんまり違う。最後にここ。最後にルビーで全部生産してもいいのか。なるほどね。最後に動かすのはちょっと。はい、幸運カード。はい、幸運カード。幸運カード。はい、どうぞ。プレイヤー全員雫石を1枚。地味。最後の最後にな。はい、やるぞー、やるぞー。紫強いはずなんだけどな。ここ重要ですよ、メジャー。めちゃくちゃ。はい、うるせえ、そんなことあってんだよ。分かってんならもちろん引けますよね。黄色がまともに使えねえんだけど。黄色はまともに使えない。青もまともに使えねえな。ふざけんなよこのゲーム。赤 もう特殊チップの意味がねえんだけど俺。わかるそれ。ふざけてんな。ハーカーストしたんじゃねえこれ。したわ。あ？うんこ。このゲームおもんな。おもんな。わらわら。あいつこのゲームやったらおもんな。あ、待って。クーサ。六七。バラさん薬残ってますよ。七。おもんな。二の時薬使えばよかったわ。ちょちょちょ。あもう特殊、俺も得点の計算。楽しいね。特殊チップの評価。一点だっけ？しずくいし関係ないから。あれ、ポニーがバーストしてる。ルビーやって。11点でしょ。ルビーの獲得。これもうバーストしてもいいから行くしかないんで。勝利点獲得。基本的にはだからかけないといけない。1、2、3、4、5。あ、バーストしたわ。でルビーが2個で点。1、2。あ、したわ。合計点数47点だぞ。何これ最後の3つ。うるせえんだよお前。全然白白贅沢言ってんじゃねえよ。最初から白白白だこっちはお前。贅沢言ってんじゃねえ。あ、強いな。俺ネズミの計算してなかったのか。いくつだったんだろう。40から1、2、3。プラス3個でしたね。1、2、3からプラス1点だったか。ルビーが獲得で。で8移動ジャバイオガズム君たち得点高いね。7、8。おくもり5点じゃん。やったで50。今回みんな低めだけどな。だいぶ低いけどな。回もだいぶ低い、今回みんな低いだと低いで、あで一周回らないのは低い。一周回らない低いぞ。1、2、3、4。おで俺とポニョ同点だったの。みんな間ね2狙いだったからまあいいや。じゃあでこれはい、これ計算ってどうすんの。ルビー2個で1点。あ、うん、であとその時買い物点数で1点。あ、まあ、バーストしてるからあんま関係ないんですけど、購入点があったら購入点分の、あ、なるほど。そこ点で1点だね。でルビーは2個あれば1点だけど関係ないんじゃない。じゃあ何この3連チャン。白白白白
まあ、6枚しかねえじゃねえかよ。俺14枚あるからな。舐めてやるね。やるね。はい、終わり。終わり。余裕。何やる？さっきのスパイの話してたやつやる？まあ、6人でやれるのはそれぐらいしかないんじゃない？これってこのまま部屋にいていいの？あ、ちょっと待った。受付さんサーバーにしたいから。はい。だいぶ俺、博多大丈夫かな？まあいいか。別になんか、そのままここのサーバーであれだけ帰ればいいんじゃないの？あ、トイレ行ってきます。帰れんの？帰れんじゃない？ちょっとまあ適当にUNOにしてみるか、試しに。ほら。コート、ほんとだ。あの、いや、プロモートってしてくれれば帰れる。あ、なるほどね。俺のとこにミークリックしてプロモートってしてくればいい。うのスパイ好きうのうのゲームの仕方違うねそれ俺うのわ出たこれこれなんだっけだからこれどうもいないえ普通にあれじゃんあのなんだっけスクエアスクリバーじゃない今なんだっけマンハッタン6人でできるゲーム。はい。シークレットヒトラー？ポニョが言ってたの。いい最高に面白いな、なんで。あ、これこれこれ、見たことあるこれ。やりたかったのこれじゃないの？多分これ。これなの？いや、そうだね、君。いや、これだっけ、これ。って、あ、でも確かにかなり昔にやったやつか。覚えてな、ルール。どうするこれやるなら、このままにするけど。別に俺はこれでも、俺は何でもいいんだけど、めっちゃけ。で、久しぶりにこれやるか。はい。他何やったっけでも全然ルール多いね。あるなんか、これまだロールされないよね。いいよてか、大体面白いから何でもいい。それな。え、ルールなんだっけ？てか普通にノートブック見て思い出すか。これ当てるやっこやん。これ確かゲームマスター受け付けがいいんだ。全てのプレイヤーは、もし以下の条件が一つに満たされればリベラル側の勝利。5つのリベラル政策が施行。ヒトラーが暗殺。もし以下の条件が一つに満たされればファシスト。ファシストが満たされる。3つ目のファシスト政策が施行された後にヒトラーが大統領になる。だからファシストはヒトラー守んないといけなかった。で、リベラルは。なんかマックさんからこれやれみたいな感じで送られてきてない？何？テキストに貼ってある。ん？何これ？あ、クリプト？見ちゃった。これも、てか、待って、全部ロードされてるなんか真っ白なんだけど。スクリプトは関係ない。単純に、あの、そこら辺自動化してやるよって。スクリプトは関係ないか、ね。ノットヒトラー。別にこれ何？一体なんだ？ちょっと待って、俺一個一個見てる。3D パズル考えてる。これやってみる？マックさんから。別にいいけど。あれじゃない？あれじゃない？なんだっけ？名前忘れた。あ、ちょっと待って、触るな。あー、入っちゃった。そっちやるならそっちでいいよ。エラーでないエラー。エラーは多分しばらくしたら治ると思う。これどうやんだっけ？ディールだっけ？違うな。なんか全部に加わるってあったよね。あ、ともこれでいけた。あ、もらった。プロジェクトエルボードゲーム。書いてるけど、あの、3D パズルって書いてるから、おそらくブロックス系じゃない？中に何も入ってない。真っ白。これ知ってるわ。これ白いわ。白い？髪がずっと白い。髪が真っ白い。白いのはあの時間で治る。そう、労働じゃ長いだけだと思うよ。おお、バカ落とすな。おお、なんか、ね、危ねえ。プロジェクトエール面白いな。あれよ、あの、与えられたブロックをこう枠組みにはめていくやつ。戻んねこれ。なんていうの？ブロックスってこと？あれこれ人の手札見れない？つうか。1人から4人って書いてるから人の手札めっちゃ見えるやん。人の手札見えなくなるのどうやんだろう。これあれじゃない、手札になってる。ちゃんと手札に入れとかないからじゃん。ん、手札に入った手札に入ったら見れないはず。見れなくない？
え、なんか、あ、これ7は普通に置いてんの、これここに置いてる。手札に入れる。手札にあるけど。え、手札に入ってる。ってこれだよ、この枠だよ、なんか左下にある、うん、左下っていうか自分のところにある。え、7さん別に見えてなくない？俺見えてんだけど、なんか1人、これはハテナだけど。え、これ動かしていい？ここの3以外全員見えるけど。見えるよね。なんか権限変な風に渡してんじゃない？いや、あの、うん、裏、あの、あれ、裏は見えるけど、別に関係ないよ。うん、裏面が見えてるだけじゃない？ちょっと入り直します。え、みんな表になってる？単純に。いや、真っ白なんだけど、俺。そう、裏返さなければ。裏返さなければ見えなくない？裏だろうがなんだろう。え、だから普通はさ、人の手札見えないじゃん。え、見えなくない？だから、裏面でしょ？見えないって。ああ、普通に。なに、みんな表で手札に入れてんの？ちゃんと。俺は裏で入れてるでしょ。みんな入れてるでしょ。俺真っ白だからわかんない。ああ、そっか。自分の手札でこうしたときにあれか。俺も真っ白だな、やっぱ。なんか一回多分ゲームをね、作り直してもらわないとね。はい、作り直します。真っ白かもしれない。落とすよ。うん。はい。誰立てる？あ、ロード。ロードまた始まってる。なんか別のゲーム始まった。なんで？完全解散かな。ああ、そういうことね。ああ、これ？なるほどね。プロジェクト。あの、あったやつ。で、4人用なんでしょ？なんか4人って書いてたけど、たくさんやれるね。あれか、ゲームな、このゲームでやる分には何でもできるみたいな感じか？これやってみる？どっちもいいよ。でも、ルールわかんなくない？そう、ルールわかんない。英語しかないんで。英語読めない。英語読めないんで。ノートブックも英語。日本人なんで。さっきのやつが分かるんだったらさっきのでいいかな。さっきのやついいんじゃない？分かんないからこれ。そうそうそう。うん、あ、なんか、あ、GM が。GM だな、これは。これは GM だな。ね、1、2、3… え、これ5人でも6人でもできんの？ 6… エクスパンション入れたら6人でできるはずだけど。エクスパンション入ってんの、これ。入ってる。入ってる。まあ確かにみんなに配られてるからね。まあじゃあやるか、これ。エクスパンションノーって書いてるけど。じゃあそれをイエスにしてもらえると多分6人でできるはず。いやまあそれがあれば。席は6個あるけど。イエスになんなくない？なんなくない？席はだってただテーブルのただただ。だから、問題あるじゃない。リストつでもいい。単純にリストつでもいい。新しいゲーム覚えるの疲れんだもん。よいしょ。それそんなに覚えることないから。リスタートしてください、じゃあ。なペンギンやるか。ペンギンでも面白いんだよな。これみんなに配られてるから、でも女ちゃんとなってんじゃないのかな。ディールされてるだけかな、単純に。ナナさんが座ってないんだけど。これ座れない。座ってください。座るのがない。右上のチェンジから。いや、俺ピンクだよ。名前。いや、名前チェンジからすれば。れてない。あの、パープルしかない。ピンクじゃなくて、紫に貼らないといけない。そう。ほら、選べ。だから、チェンジカラーの時に、うん、そうそう、うん。ピンクに席が振り当てられてない。エクスパンション、イエス。これでいいんじゃない？よくわかんないけど。あとは。うん。はい。なんか配られた。ちょっと待ってね。配られた。ね、これ。説明書が絵だから、おしゃれなゲームだな。読めで。おしゃれなゲームだよ。俺が投資したゲームだから。え、投資したい。キックスターターよ。キックスターター。な。それマックさんが作ったってこと？なわけないでしょ。いや、大株主よ。ふん。そんな感じ。テトリスやんのこれ。お願いします。テトリス。テトリスだね。どれも知ってるゲームか。まあそんな感じなんだけど、ゲームの目的は、カードの左上だっけに数字が書いてあるじゃん。あります。最終的にこの数字が一番高かった人の勝ちっていうゲーム。合計。で、プレイの方法なんだけど、基本的には、1人3アクションできます、まず。はい。アクションがね、今、ゴーストピースオンなんだっけ？オンになってるよね。なってるんで。で、まず、基本のアクションから説明すると、最初は、これって、要は簡単に言うと、今、パズルが見えてるよね。その、黒い裏側と白い裏側の。ある。で、そこに、
ピースを当てはめて完成させて、そのパズルを完成させて得点を得るっていうことなんだけど、3で各自3アクションずつ行ったら、まあその隣の人に交代っていう感じなんだけど、でアクションは、基本のアクションはまず真ん中にある置いてあるタイルを取るっていうのがあるのと、タイルってどれ？タイル要はそのパズルだね。ああ。ピースでしょ？そう、ピースを取るのとがワンアクションで、でそのピースをはめる札みたいのあるじゃん。はい。うん、この場の始まり。それを取るのもワンアクション。うん。ああ、なるほど、ね。で取ったその札にそのピースをはめるのもワンアクション。なるほど。っていうのはこの3つが基本的にワンアクションですと。で取れるこの札っていうのは1人最大4枚まで自分の場に置くことができます。はいはい、で、それ以外の特殊なアクションとしては、自分それぞれに自分のサマリー見れば分かるんだけど、パズルにレベルが振ってあるのが分かるよね。黄色がレベル1、緑がレベル2で、あ、自分の？あるね。ピースか。ピースのところ、そう。あるね。青とその L がレベル3で、その以外レベル4、レベル5って書いてありますと。で、自分の手元のピース、余ってるピース右側ね、それをレベル1個上げるっていうのもワンアクション。はい。はいはいはい。できますと。なんで基本的にこの基本のアクションを使ってパズルを埋めて、で、全部埋まった場合は、その札の右上にパズルが、なんだろう、そのテトリスのパズルみたいなのがあるじゃん。でしょ、うん、それを獲得できると。なるほどね。この中から獲得できると。はいはいはい。そうそう。だから、基本的にこの札を埋めては、新しいパズルを手に入れて、また新しい札を埋めて、で、どんどんやっていって、最終的に得点を得ていくっていうゲーム。なるほどね。これ札の上に乗せていくの？これのこと？ん？この札取ったら何なの？あ、その札で今回使わない。あ、はい。うん、使わない。これ俺最初ちょっと裏で仕事してたからだったんだけどさ、このカードの上に乗せて埋めるってこと？そう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 。こういう感じ？カード自体を自分に持たないで、自分のところに持ってって。で、なんで？え、これさ、クリックすると。あ、クリックすると。へえー。で。持ってきた上で自分で組み立てるっていうことか。そうそうそう。で、完成したらポイントと右上のやつがもらえてる。で、組み立てるのってこれ白い方に組み立てるってこと？うん？で合ってるよね。そうそう、こういうことでしょ。白い何埋める？白いところを全部埋められたら、置くのにはその札の得点と右上のパズルがもらえると。でさ、このさ、なんかこれ何？この何？これこのなんか矢印。ああ、それも説明しますと。で、このゲーム、レベル5のゴーストピースっていう特殊なピースが存在します。はい。うん、で、こいつは、うん、通常のレベルアップとかでは獲得できないと。で、そいつを獲得するには2種類あって、1つは、カードの中に混じってるんだけど、そのゴーストピースを獲得できるっていう、その札があるはずなんですよ。適当に見ればいい、これ。見ればいい。多分白になってる。これか。あ、これね。なるほど、すべてが分かった。そう。っていう、で、これを獲得できますと。で、もう一個獲得の手段は、右上が矢印になってるやつ。あー、なるほどね。こいつがあると、自分の手持ちのレベル4をレベル5にすることができる。なるほど、ね。これで後々でもいいの？後々でも。いや、ダメ。完成させた時点で絶対やってください。あ、そう。その次レベル3だったらどうするの？レベル4に上がる。レベル4になるしかない。あー、じゃあな、レベル、そうだね、レベル4になる。3だったら4になるしかない。だからレベル4を持ってる時点で完成させるべき。ああ、そういうことね。赤の矢印、この手元のこれの赤の矢印か。そうそう、手元っていうか、そのカード。説明書きのあれか。そうそう、うん、うん。で、これパズルはパズルがもらえるの？ピースか。パズルはパズルがもらえる。そう、ピースがもらえる。ピースがもらえる。っていうのをどんどんやっていけばいいと。なるほど。で、説明し忘れたことはまだちょっとあってで、基本的にこのゲームってその埋めていくしかないんだけど、一応さっき言った基本アクションにもう一個あって、レベル1のやつを1個だけ獲得っていうのがあるんだよ。なるほど、うん、そうだから基本的にそのパズルを得る手段はそのレベル1を獲得されるか、このパズル上にあるものを完成させるか、どっちしかない、基本的にはね。
レベル1のやつ獲得って言うけど点でしょ、ただの点だよ。だから基本的にじゃあ最初の方は点獲得のターンが毎ターン続くってこと？やってもいいし、あるいは上に今だったらほらそのカードが白い方から出てるじゃん。自分の手元に今レベル1とレベル2がそれぞれ1個だけあるはずなんだよ。うん、それで完成させるやつをとりあえず集めていくかとか。おお、そうね。あの白の、そうで、裏が白のやつが、すぐに完成できそうなものばかり集まってる。で、裏が、黒のやつは、もうめちゃくちゃ点数は高いけど、すごい必要。これ下の段と上の段で4枚4枚は固定ってことでしょ？多分。固定。そう。で、下の黒の段が全部切れた時点で、右側のその札がね、その山札が切れた時点で、うん、まだスタピーから回ってないプレイヤーがいた場合、その人たちはやって、その時点で終わり。ああ、すべて理解した。スタッピーがわからん。スタートプレイヤー。ああ。いや、ポニョのとこにあるやつでしょ。例えば。そう、だから、例えばポニョから始まって、この山札を切らしたのが、曇りだったとしたら、はい。残り受付と立花がやって終わりっていう。グレムリン方式じゃない。グレムリン方式では。じゃない？グレムリン方式だよね。グレムリン方式じゃない。グレムリン方式ではあるよ。グレムリン方式ではあるよ。グレムリン方式だったらあれじゃないの？みんな一周ぐるっと回んない？じゃあ、それは。スタピーまでやろう。これはチケットで。あ、そっか。スタートプレイ。そう。チケットはそうだけど、グレムリンはあのスタートプレイヤーまで行ったら。で、特殊なアクション、実は2アクション残ってるので、これを説明します。基本的にさっき説明したアクションって、自分の3アクションの中の順番とか回数とか、好きにやっていいです。はい。うん、で、で特殊なアクション2つあって、1つがマスターアクションと呼ばれるものがあって、これは自分の3アクション中1回しかできないんだけど、自分のピースが、あ、書いてあるね。持ってるパズルの札以上持ってた場合できるんだけど、それぞれのパズルの札に自分のピースをはめることができる、すべてに対して。1個以上。要するに4枚持ってて、4つピース持ってたら、1個バッとはめるってことでしょ？そう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 、あ、1個っていうか全部に対して1個ずつ置くことができる。それを一旦で行えるから強いってことか。なるほど、ね、そうそうそう、ただ1回しかできない、毎回自分の3アクションのうちね。なるほどね。まあでも強くね、それ、まあ、だから基本的にこれを使っていくっていうゲームなんだよ。で、もう1つあってゴーストピースアクションっていうのがあって、あるね。ゴーストピースを持ってる時だけできるんだけど、これゴーストピースってそのままはめることもできるんだけど、はい、そのゴーストピースを分割させられることができる。へぇ、本当だ。例えばレベル2とレベル3に分けたりとか、なるほど。レベル2、レベル2、レベル1に分けることができると。で、分けた場合は分けた分、自分の札に上に置くことができる。なるほどね。はい。あ、そのまま札に置けるってことか。そう、そのまま札に置いてもいいし、レベル4、レベル1、レベル3、レベル2とかに適当に分けて置くこともできるから。よくわかんねえ。これ強いんだ。まあ要はそのマスターアクションって1回しかできないんだけど、このゴーストピースを持ってる限りゴーストピースって、ね、そう、理解した理解した。マスターピースアクションやってゴーストピースアクションを行うみたいなことができるのか、一旦のうちに。なるほどね。要するに、ああ、まあ、難しいな。そう、こういうのやっていくという感じのゲーム。じゃあ別に序盤の流れとしては、じゃあぶっちゃけパズルをとっとと集めてマスターアクションを狙っていくっていうのでいいんだよねっていう感じで合ってるよ。だよね。まあそう、うん、じゃあまあそれを目指せばいいのかっていう感じで、まあとりあえずやってみて分かんなかった。手札4枚って言ったけど、これ完成した手札は数えない。完成した手札は数えないよ。そうだ、未完成を最大4枚しか持てない。なるほどね。はいはい、リセット1回してくれると助かります。うん、かけてほしいな。あ、よくわかんねえから。まあ誰かのターン、誰かのターン中はみんなボケットしてるでしょ、これ。同時進行じゃないでしょ。同時進行じゃない。じゃあポケットして、立ち物のターンじゃなければ、人のターン見てれば。最初のターンは立ち物のターンかな。え、ポニオからやで。だってこれからでしょ、どうせ上の方に動かせば別かもしれないでしょ。ほんとだ。3アクションしてからそれをボタン押せば次の人のターンだから。じゃあ俺はどれをもらおうかな。これがいいんじゃないかな。いや待てよ、一気にレベル3に上がる。これだ。あれ、一ターン1アクションでしょ、これで。うん、そう。え、これ左上の数字なんだっけ。あ、まだか。これで1か。左上の数字は点数、それを数えていくっていうゲームだから。で、これはめちゃっていいんでしょ、うん、で、2ターンでしょ、うん、そう、はめて2ターン。2ターン目ではめて、で3ターン目ではめて完成したら、ピースがもらえると。
そう、右上のピースがもらえる。やってみよう。ビリーン。で、これでしょ？バーンって完成しました。そしたら、全部指導やで。うん、その黄色をもらって、完成したものは戻ってくる。あ、その、はめたやつは戻ってくるから。ピースは戻ってくるんだ。なるほど、ね。どうぞ。じゃあ何回でもはめていいってこと？もちろん。ただ、一回はめて完成しない限りは外せないから、それだけ注意して。なるほどね。で、これは何？これどこ行くか、このままでいいの？それは外せないっぽいよ。自分の左側に戻って、いや、動かせないっぽい。適当な山に。うん、なんか触れない。はい、じゃあ、立ち回り。それ、スタートプレイヤーわかんなくなるから、ポニオのとこ行ったらいいよ。スタートプレイヤーね。で、上のバイ、あの、ターンあるでしょ。ポニオ、上の方に。のターンあるの？あ、ターンエンド？え、どこにあるそれ？次、いや、なんか、あの、プレイヤーしか出ない。スクリプトプレイヤーしか出ない。はい。次、7ですね。あ、7だったんだ。はい、なるほど。あれ、これって向き変えれないの、ピースは。もちろん変えれるよ。変えれなかったらガチ積みやろ、あ、ね、9と R で多分回すんじゃないか。あ、なるほどね。90度ないっけ、これ。カクンカクンみたいな。90度あった気が。9と R で、あれ？お、俺は完璧な90度を出してたわけだ。出た。なさそうだな。あと汚ねえな。3。あと汚ねえな。プップって誰ぞって思ったら7さんだったのか。わら。完成して。てかなんかね、それっぽい形だったらね、多分勝手に。あ、これいい、勝手に引くんだよね。これ勝手に引ってくれ、うん。エンドターン。おーい。はい。あと戻してください。完成したら戻しちゃっていいよ。はい、あといい形もらったな。簡単なの残しといて。あー、面白いな。どっちがいいんだろう。まあなんかこっちやってみよう。これ点数ないんでしょ、要はそれって。そう、点数ない。点数ないやつは簡単に完成させる。本当は点数ねえ。これ動かせないんだけど。どれ？張り付いちゃった。固定されてない？固定ってどうやったっけ？ G かなんかじゃなかった？ G。ロックみたいなある。どれこれ？コピー。あ、両方。あ、L だ。L だ。L あ、ごめん、じゃあこれちょっと端寄せときます。デリートでいいや。ロックの L です。1ターン、かっこいい。2ターンで獲得して、キューブで3ターン目に取っていいんだよな、要するに。あ、どんどん取っていい。あの、3アクション中マスターアクション、はい、以外は何をしてもいいから。あいつ終わりだした。俺強いな。1ターンにそんなことまでできる。終わったやつさ、避けれないの、うざいね。え、これ避けるんじゃないの？でもこれさ、枠にさ、1パズル、2パズル、3パズルって書いてない。4枚までしか取れないじゃん。それ終わっても、まだできるからですよ。なんか、まあ、とりあえず貯めてってみればいいんじゃない？あ、まあ、とりあえず貯めてっか。うん。はい、エンドターンです。はい、どうも。あ、なんかそれ、ボタンあるから、ボタン押してみたら。ボタンって。え、パズルうんぬんかんぬんとこに。あ、いった。うん、どこ？なんかね、角のここら辺、ここら辺。あ、本当だ、ある。え、でも消していいの？クリアしたんだ。いや、クリアしたから。クリアしたから。そうだね。そういうことね。ひっくり返ってるね。はい、1、2、3で、ディティア上がって、これ何もらえるんだ？緑。緑か。緑1個もらえて、これで僕も一応ターンエンドなので。何が強いのか分からんな。上の方ない？自分の画面の。あ、うん、はい。それ見落とすとかあるか。置かれてると思ったんだよね。ルールカードに被っててなんかうぜ。まだ枠組みにあると。え、俺これ引くメリットないから。の、引かないビルとか？ちょい。それ立花さんです。それ立花さんです。あ、ほんまや。やめてください。ん？それ引けるの？いきなり。いや、レベル1しか引けないでしょ。レベルアップ。ああ、そうか。レベルアップ。あ、2個レベルアップしたってこと？いや、1個。レベル、この緑のやつをレベル1とレベル2。ああ、でもレベルアップ強くね。そっか、レベルアップするったら、そう、戻るんだもんね、使ったやつ。引いて、で、1個戻して、レベルアップするか。なるほどね。確かに、そっちの方が強そう。強い気がしてきた。いや、でも、同じ行動で俺は1枚カード手に入れてるからね。まあ面白いな、確かに。ポニョさんのけどそれ別に取ってないじゃん。これないけど、ないけど。やってることはね、この二人一緒だから。やばい、逆に俺がディスワードだ、これ。タッチの番でしょ。このゲームの必勝方法、分かってしまった。本当か？
なんかでも俺が一番強い気がする、まあ、これ今。そう。今ね、俺の見た目からするとバイオがね、一本浮いてるね。そうだよね。あれはね、あれ、素人が分かりやすいみたいな。レベルアップシステムよく分かんないんだけどさ。素人が。1ターン使って、ここのレベルが1個上がる。これ、これ、これ。このこれを返したら、そう。緑がもらえる。これを1個返したら、緑がもらえるね。ここがレベル1個上がるから。そう。緑返したら、どっちか。レベル3のやつ。何のやつがもらえる。青か、L かどっちか。いいんだよ、レベル4まで上げても。レベル5は、あれじゃないとあげれないんだよね。これを使わないと。それを使わないといけない。下の今出てる。ゴーストカードって何が強いの？ゴースト技使えるだけ？分解できる。ゴースト技使えるのと、まあ、あれを結構ポンってすごい大きいから。まあ確かに単純にでかいのか。そうなるほどね。カード取ろうかな。だから、その、なんだろう、単純に1個大きいから、レベル1、レベル4で2アクションやるぐらいだったら、それ1個ポンって置いて完成とかできるからさ。ゴーストワード分解って何？ 4、2個になるってこと？4と1だったり、2、2、1だったり、要はそう好きなか、その形を離れなければ好きな形に分割できる。拾うのはレベル1しかできないんだよね。そう、拾うのはレベル1しかできないよ。一番弱そうだな、拾うの。なんかしょうがないから拾うしかねえみたいな。感じするわ。レベルアップしようかな。ミツさんの真似した方がいいかもね。いいんですか？あー、なんか分かってきたこのゲーム。いいんですか？真似はね。俺も一手見せてんだけどね、これ。1、2、1。じゃあそれで1か。で、悩んでんじゃねえかよ。レベル4いくか。おビッグ。なるほどね。時代の最先端行ってんな。あいつ、あいつ。レベル4、じゃあどれを取るかだよ、これが。あいつ死んだわ。レベル4難しいね。2? あ、それでいいんすか。四角。ああ、それ取っちゃうか。それを取るんだったら、まあ当然カードを取るよねっていう。でも、2個あげて、あれ ?2 個あげて。あと1回できるね。まあカードを取らないと始まらないからね。カード取らないビルドっていうのがいいかもしれない。カード取らないビルドか？カードをたくさん集めるゲームかもしれないかな。もううるさいな、ほんと。やらせろや、マジでうるさいな。何で考えとけや。てめえのターン、今まで何見てきたんだよ、お前。いや、わかんないこと聞いてただけでしょ、もううるさいの。わかったわかった、もう。わかった、うるさいうるさい。もううるさいうるさい。はい、ポニオ。あれ、はい、質問したら怒られるのか。あ、これレベル5じゃない？レベル5だよ、ね、これ。俺は怒ってないでしょ。これレベル5だね。怒ってたでしょ、みんな。みんな。ほんと気悪いわ。ちゃんと教えてますよ。あ、レベル5だらけだ。すごいの来た。あいつ脳死じゃない？おじさん。ポニオさんどうやって埋まるん？なるほどね。あと1回。あ、安定だ。序盤に取っといて、他人に奪われないっていうのは、まあ。LL。L だっけ？ L だっけ？ L。他人に奪われないのはマジでありだよな、でも確かに。そう、だから。で終わり。欲しかったらポンって取るのは、ね。はい。これ90度綺麗に回す方法何か。あれ。謎です。持ってくよ。ポチッとしただけでいくよ。いやね。ほらほらほら。ほらほら。崩れちゃった。おい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 。あいつは引っ掛け。一旦。続いて。え7の番じゃん。いってるよ。あ、うん。3。このテーブルネバネバしてんな、ふけ。悩んでましてる。これ悩んじゃうな。悩んじゃうわ。ほらほら、考えときや。考えときや。考えときや。はい。はい。エンドしてください。ああ、はい。ごめんなさい。はい。俺、これ3ターンではめて、これ取って、以上です。
ハマるそれ、本当に。これどうやってエンドすんのこれ。ボタン、はめてもらえる？ボタンさ、見えなくない？だからここ、だからカードで被ってるからでしょ。ああ、これ、この辺クリックすればいいのか。怪しいな、今。上のターン、上のターンのやつを。これターンのやつを。はい。はい、どうも。じゃあ、俺が。俺、点数が出んだよな、でもこれ。今。ないけど、まあ、レベル5だから。2。超それ。レベルアップカードだ。3。いつでもゴーストだ。あいつ、騙されたわ。はい、終了。第1で。騙されたか。これ取って終わりかな。はい。あー、そこか。考えとけ。うるさいなー、もう。やってるでしょ今。じゃあこあれピースが LL これとこれ、はい、はめて。このはめ方でいいの？もううるさいなもううるさいなほんま。あはまりましたよ。お綺麗。じゃあこれ獲得します。はい、ボタン押してください早く。はい、ボタン押します。あ、ボタン押すと帰ってくるんだ。どうするんだ勝手に。エンドターンです。いい、ね、はい、大変ありがとうございました。これはとりあえずはめるでしょ。 1?8 で、やはりその666666来たけど、得点カード、得点ピースか。ハリソン6666誰。ああ、得点ピースなんだっけ。ハリソン6666誰だよこいつ。プライベートゲーム。ハリソンプライベートじゃないじゃん。ここプライベートじゃないよ。こうなんでだよ。帰ってくれたハリソン。ハリソン帰ってた。チャプター返しされるとめんどくせえ。もらって、いや、それは権利。ただ別にターンじゃないでしょ。権利がまだ一旦。あと2回できるよ、アクション。ね。これ最初にピースだらけなんだよ。2段階レベルアップします。2段階レベルアップします。はーい。4まで。死んだ、あいつ。もうない。はい、終わり。はい。エンドしてください。あ。次々とレベルアップしていく、あいつ7のやつが。このターンでは完成しねえんだよな。あいつ、あの長いのが弱いので。弱くはない。悩んだぞ、あいつ。いや、弱いと思うんですよ。それで終わりか。融通が効かなすぎる。なんだこれ。下手くそか、あいつ。じゃあ、長いので、これが埋まるんで、わかる？長いので。もう3アクセル、それ3アクセルで。まだって1回ある。ないよ。レベルアップしたから、はい、レベルアップしたからないよ。はい。1、2、ああ欲しかったな。3、以上です。はい。はーい。こいつを2個レベルアップさせ、設定。で、1個取ります。はい、終了。弱いんだな。あ、押せなかった。はい。曇りのいいなぁ、その感じ。まあ、これが一番いいじゃん。レベル4で1個レベル4もらえるから、まあ悪くない。マスターピースってさ、必ずはめないといけないんだよね。3枚あったら3枚。そう。だよね。だよね。それだよね。それだよね。そう、3枚あって2枚にはめれたら強いなって思うけど。そう。めちゃくちゃ強いんだけど。それじゃないやったら3個はる。まあピース3個あるから全部はらなきゃいけない。ちなみにこの生産の順番ってさ、一斉にさクリアしたらさ、例えばマスターピースで2個とか、それだったら自分の順序でさ、うん、生産していいんだよね。生産って3ターン目に使ってもいいってことでしょ別に。そう、いや例えばこれとこれがさ同時にできたとしたら、俺ただやったこれが残ったのはギュッと、別にお前はこっちからはめればいいじゃんっていう話でいいんだよ。そう、うん、完成した時点でもらえるから、はい、OK、 はい、でも難しいな。どう勝てばいいんだろうこのゲーム。難しいよこれは。適当にやろう。まあとりあえず、うん、くっついてるくっついてる。下のカードを取るタイミングが分かんないよね。
ちなみに下のカードってこれ、山札がなくなったら終わりなんだよね。場に出ててもいいんだよ。山札が終わったらそう。そうか、下のカードの山札がなくなったら終わりなのか。はい、そっか。だから、このゲーム、必ずだけど、白は最近に絶対完売するから。そうだよね。100%。これよ、これ。このマークがね、一番重要だから。これ今誰の中などと申しており。まあ、7がそれ食ってて、1個、今、こっち入ったわ、ちゃんと。いい。あれ、まあ、まだ1、まだ1。あ、そっか、1か。で、さなさん、これいいんじゃないこれ。青めっちゃ増えてくやん。あいつどんだけ長いボタンで。手元のカードってさ、1個まで、あ、4個まで持てるっていいのか。あの、2番手のやつは 4つまで持ってる。あ、青めっちゃ作れるじゃん。そうだ。あいつあの青強いな。はい、あ、でかいのった。ついに黒カード取ったぞ。あれでもさ、7、まあ、あれ作れないだろ、あいつ。ゴーストピースで分割できるとは言えよ。まあでも、する必要ない。いやいやいや。ないちょうど右。あ、ばいで待って。パズル力問われてるな、これ。あ、ちょっと待った。俺さ、どっかのやつ取ってないよね。取った、取った。あ、取ったわ、取った。ごめん、ごめん。ヘッドダウンしてください、終わったなら。これは、これの話。一旦、で、これ取って、で、エンドがこれ、この辺この辺いや、ボタン書いてんじゃん。か、右が、左が。パズル1、2、3書いてるでしょ。あ、これパズル1を終えるってことだもんね、これ。ああなるほどね。で今 1?、はい、これ1です。で、ちょっと待ってね。めんどくさいな、これ。これってな、あ、これ3マスか。うわ、めんどくさ、これ。ブロックの所持条件はないよね。ん?ブロックの所持条件は。ん?あれ、日本語が通じない?ん?ブロックうまい。この右下のブロックでしょ、ね、使えるピースの。に、うん、いくつ持っても問題ないよ。あ、これだ、いくつ持っても雑魚やしのなって話やな。これ欲しい。これいっぱい持ってる方が。わ、誰これ。これ欲しい。マスターピース。ほぼ確定で2ターン使うから。まあ、これ欲しい。いや、俺も欲しい。俺の。いや、俺のだね。じゃあ、俺も。ようやく。俺今持ってんのか?すぐ俺それで、誰が取るか分からなくなったな。ようやく。誰これ?とりあえずこれ取っとこう。おい、ちょっと。おい、みんなが。エンドです。マックさん。取っちゃう。ゴーストピース分割って1回しか使えない?いや、何回でもできる限り、ゴーストピース分できるよ。でもこれ分割を要するにターンが終わったら結合みたいなことはないんでしょこれ。ああ、だからそういうことか。ゴーストピースを分割しちゃったら二度とゴーストピースに戻せないから。割とそういうことか。損だよね一旦分。一旦分っていうかゴーストピースを、まあ、マスターピースの使いようじゃない。そうだね。ああなるほど。まとめておけるから。そういうことか。だからううかなんかある程度みんなできてあともうちょっと1、2マスみんなあと1、2マスなんだけどなっていう時に使うと楽だし今誰のターンだよ難しいちょっと待ってね、俺です1終わってもう1回あいつもう4枚もうちょっと2これ弱いんだよなただでマスターアクションマスターアクションする弱くね俺のマスターアクションまあいいかマスターヨーダだマスターヨーダマスターヨーダする始めてください。どうぞ。待って、見えない。見えない。目が。あなた目が。昭和。で完成したら、お前手前にあるやつどうすんだよ。それゴーストでそのレベル4がレベル5になるだけだけど。かまわん。何マスターアクションってね、一つのカードに1枚ずつ置けるってことそう。5になるんだけど、ね、ちょっとあれよ。で、1ターンに1回だけしか使えない。うん。じゃあ、俺、これもらいます。わ、出た、そのずんぐりむっくりだ。そう、ずんぐりむっくりもらいます。それ、難しそうと思ってた。ずんぐりとむっくり。で、レベル4返したらだってレベルアップしたんだから。はぁ そうだよ。はい。危ない。不正が行われるとこだった。そうか、レベルアップなのか。マスターアクションした場合って、うん、
順番はもうマスターアクションの処理全部終わった後じゃないと。マスターアクションを3ターンのうち1回だけどっかで行えるってだけだよ。そう、うん、それが重要、このゲーム重要なんだよねって話を俺とマックさん、いやいや違くて違くて、俺が次のターンマスターするとするじゃん、この状態で、うんうん、これ完成するじゃん、うん、で完成した後やつを、うん、どっちがどっち、あっもう完成した瞬間にこっちに戻ってくるの、はい、戻ってくるよ。あ、じゃあんマスターアクションで、あ、じゃあマスターアクションだから今マスターアクションはできるけど、やれるけど、例えばこれで2個で左完成して3つ目埋めるとかできないよ。なんと、うん、あくまでもその手持ちのものと持ったものが一旦置いてから生産みたいな、一気に置くってイメージでしょ。だからそう、一気に置くってイメージ。そう、はい、生産で報酬が手に入ったからそれを使うとかもダメってことでしょ。ダメ。オッケーオッケー。オニオズターン。はい、じゃあ俺マスターします。マスター早くなってきた。みんなポチッとマスターだ。ポチッとな。あら、あ、ポチッとな。で、あ、ポチッと。で、完成したから、その強い生産タイム。パズル1とパズル3。まずそれで、でっかいパズルのそいつがもらえる。あれ。で、これで、一旦、まだ。一旦目、そう。これが強い。強い。これ。で、レベル1をもらって、あれ今なんだったか。これ。はい、どうぞ。まだ一旦。まだ一旦でしょ。二回行動。このこれとかいいんだ。やっちゃうか。で、はい。完成して。あいつ。うん、これで一気に。あいつなんかピースマジンになってる。あいつ強くねえか。多分これね。ピース大体10から15ぐらい持つと思うよ。あ、エンドターンできる？あ、ごめんなさい。はい。3ターン使ってこれを手に入れます。これもあんまり長いやつだ。あいつ長いの好きだな。いいな。はい、どうぞ。あ、紫です。はい。はい、マスター使って、これと、これして、あー、どこだっけ、ローテングすんの。これか。いいで、1ターン、2ターン。で、これがピースの2を返して、で、これ終わったんで、これが強くなります。はい。これが長くなります。これ長く、そうだね、長くなると。あー、もうローテッドが起きるカーシック、起きるカーシックしてるやつこれだよね。おー、はい、それずるいぞ。いや、まあ点書いてあるからそれで見りゃいいんだけどさ。で、3ターン目でこれいいかな。はいはい、あー長いな。以上です。欲しかった。これがあれ欲しいな。待てよ、今欲しいって言い始めた。欲しかったわ。あ、ごめん、エンドターンしてないな、失礼。俺は1でこいマスターこいつのさ、なんだっけ、分解しておくんだっけ。分解しておけるね。じゃあこいつを分解しておくで、この時さやね、もう脳内分解し脳内置きでいいの。そう、ここにこことここに置きたい。まあ、持ってくればいいじゃん。だってそれは後からずっと手札にあるから。だから分解するんだから持ってくればいいじゃん。変換する。あ、そっか。そう、分解ってあそっか。これ消えるんだっつよ。消えるよ。消えるのか。その話だから知った。分解早くない。レベル4とレベル1だね。それ分解するんだったら。割と即分解はトロール行為だと思うんだけどね。ちょっと待ってんだ。ストップ。おお危ない。いや、即分解はちょっとトロールだと思います僕。でもそれは使いづらいとは思うけど、だってこういうの埋めてくんだよ後半。だから、危ない。こういうの埋められるのに、お前、まだレベル1で頑張るわってやっても、まあ、別に構わねえけど。いいんだよ、危なかったね。いいんだよ。いや、待ってよ。いいんだよ、曇り君、分解しても。いや、それ処理できるの強いな。序盤走るのか。ね、いや、お前らね、分かってないわ。ここで分解するのが強い。2、3。まあまあ、それでも悪くはないと思う。で、これで2、3。それで？で、いや、これで、もし分解したらそのまま置けるから、そう。そう。
で、これで2ターン。このゲームの勝ち方分かったわ。これで1ターン。これで1ターン。カード引いたから。カード引いたの。これで1ターン目で、で、あれカード引いた。あれ1ターン、これ2ターン。そう、2ターン。いや、これ引いた。引いた、それ引いたから2ターンだね。で、これで、これがまた帰ってはきてるわけじゃないが。で、それ帰ってきてるんでしょ今。にターンが終わったんだから報酬で、そう、それを置くことはできるからね。では来た、だがしかし、ラストターン、弱い。完成させればとりあえず。はよせえ。はめ、遠く？いや、待て、はめない。はよせえ。待て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 。なんぼ。これはアップグレード。ルーズに入ってきた。これは勝ちですね。はい。はい。そっか、あ、待って、分解って難しいな。わかる。マスターアクション。ボタン入った。あ、固まってる。マスターアクションして。くるくる。くるくる。と。一。ね、一応これ引いといて。ああ、なんてこと。俺のなんてこと。予約してたのに。とけやお前ら。予約してたのに。ガッタガッタ。予約してたのに。予約したやついるわ。最初だからレベル1なその白い方をだいたい2つ3つ持ってでかいの1個持つのも全然ありだから。列並んでるんですけど。マスターしまーす。はい。そのキャラいいの？いいんだなお前。山の生き方だけは変えないからな。いやいやいや。こうやって、もうね。あそこ T 字を埋める気だから多分。なるほど。それくるっと回して。あれ勝ち方わかんないなぁ。あ、表裏いる。あれあ、できるのそれ表裏。え、あ、これできるの？できるよ、もちろん。うわ当たり前じゃ、それができなかったらどうする？え、何表裏って。確かに。これはクルトはフリップできるってこと。おー、俺できんだったらここ置かなかった。嘘つくな、大して考えてねえだろ。いや、俺ハマんないと思ったんだよ、それ。食ったって言って。ただ文句言ってるだけだろ。ああ、負け、今ので負けたわ。あれ僕、ラグ、ラグ。数え間違ってたんだけど。数え間違ってたんですけど、どうしたらいいですか？一応はめれるじゃん。何を数え間違えたの？何をも数え間違えた？思ったよりでかい。思ったよりでかい。思ったよりでかかった。思ったよりでかかった。やばい。はめられる。頑張って。やばい。頑張って。はめられるけど。思ったよりでかい。ちょっと頑張ってとしか。頑張って。埋まりますこれ。とりあえずこの辺拾っとけば。白の方拾っとけばじゃ。白カード白の方拾ってもいいし、確かにそれを無理にはめる必要性はないからね、うん、最終的に出来上がればいいだけの話だから、今取っても取っか後で取るかはなんでここの黄色はめたんだろうってなる可能性あるけど、こういや俺はうまいと思ったよ。下でそれを入れてこの上の白だけ残して そこを埋める気だったんだなと思って。あ、でもいや多分そこまで理解が至ってないかもしれない。一個ずれてた。頑張れ。無理にはめて完成しなくて取れなくなってしまった。脳が停止した。やばいやばいやばい。え？そんなまあ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 言えてでもまあまあまあ。でも脳死で足りないから。脳死でカード引く侍。一取るかこれ。とりあえず引いてから考えようぜ。分かれるんだけどさ、なんかでその。四角のピースは結構人気だね。四角強い。四角強いね。四角ね。四角にこれついてるから最強だよこれ。強いんだけど。わかるんだけど。わかるんだけど、ちょっと待って。え、最強のカード分解してるやつ、分解してるやついる。もう分解するしか見えないんだけど、未来が。あいつ、1取ろうかな。いいんじゃない？まあいいんじゃない？全然取る俺の道たくさん取りまくってるから取るしか夢がない。あと1ターン、あと1ターン埋めるか。入るうちにはめとかないとな、分かんなくなるかもしれない。あ、はいはい、あ、なるほどね。綺麗じゃん。だからこういうのできるから、おなかなかの機能やるよるなと思ったけど、エンドターン、エンドターン、
いやちょっと、ここの一マスを知らなかった。これ数えなかった。数えれなかった。数えれなかった。俺これと。ああ、それ強い。で、殺し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 。マスターします、マスター。出た。はい。マスターヨーダ。マスターヨーダだ。強い。強い。で、終わり。で、それ。終わりだよね。もらっとけ。そうね、それもらって終わりかな。はい。はい。順調、順調。黒のカード引いてよ、みんな。どうしようかな。黒引きたいんですけど。これレベルアップします。あ？うん。あ？これにレベルアップします。それもすでに4じゃない？4から4になってね。あれ、それ 4？ あ、俺間違えた。4から4はできもちろんできるよ。あ、できるんだ。そう。あ、ま、4から4はもちろんできる。これ4か。こっちか。そっちや。全部4だよ、それ。こっちだ。いや、そっち3や。あ、なんか違うのか。違うのか。ほんと違った。持ってくの間違えた。ちゃんと、ハイライトつにしてくれるから。ピース当てるか。そのピース当てた方が多分分かりやすい。はい。どうしよう。俺、どうすりゃいいんだろうな。それいいな。ローレベル交換はいいけど、損はするよね。ローレベル交換してません。マスターではめまーす。1拾うのも1アップグレードするのも案外損だよ。で、終わったから。ああ。これ。多分カードを多分横にもうちょっと持ってった方が。はい。完成して。あ、ごめん、今何だったっけ？青。え、これじゃない。あ、これだっけ？あれ？1枚目じゃない？一番これじゃない？あ、違うわ。違う。だからさっきのだって。青のやつ？はい。うん、これ？で、今一旦で、あ、レベルアップすればよかったんです。レベルアップすればよかった。そうか、マスターは一旦しか使えないのか。レベルアップよりでも。まあ、そっか。これ2位で。2位。あ、強い。強い、強い。待ってね。3でなると。まあ、3でいいのか。ちょっと待ってね。バイオにレベル5のブロック毎回取られるんだけど。これでいいのかな。ちょっと待ってね。ごめん、ちょっと、それを取るかどうか悩むわ。次のマスターで、これして、これして。取らなくていいんじゃない？もうね。はい、取りまーす。はい、すいません。いや、出たよ。これ新しいカード、ほら。5じゃねえんだよな。ほら。5じゃねえんだよな。くまりさん、さっきゴーストピース持ってた気がするんですけど、何文句言ってんすか？バグか？何文句言ってんすか？あれ？どうしたんすか？バグった？もしかして。ゴーストピース、さっき持ちでしたよね。おかしい。やられたー、マジ。持ちでしたよね。やられたな。俺はあえてこれを取る。で、待って、まあね、頑張る。ちょっと待ってよ。ゴーストバグってバラバラになってんじゃん。2アクション目でマスターアクション2。これオレンジはどこだっけ？頑張って加える。これどうしよう。これか。いや、これの置き方でなんか俺全てが変わる気がする。これにも変える。え、こうじゃなくね？こうじゃない？同じじゃない？同じではないだろう。むちゃくちゃかね、あいつ。こうでいこう。で、これはこうだな。ここ、はい。はい。で、待ってね。先に取ってからこれを押すわ。これ一個、こう。そうね。で、これがもらって、こう。で、これで今の2アクション。あいつのここのスペース狭くない？
なんだなんだ門館とか。ここめっちゃ広い、ここめっちゃ広くていいの。いいでしょ、にっこり有効活用するか、ここから。君は受付みたいにちょっとまとまって。確かにそれっぽい。俺が一番浮いてるから、ね、こうだな。はい、あれはもうね、今後次に作るやつ狙ってる感バレバレだし。あれ大手だね。あ、使ってマスターだ。3枚マスターしないターンはね、あっちゃいけないと思う。あ、63枚マスターしてないターンいっぱいあるな、俺。はい、増やして、ね、数多くない？引いて、で3番目でこれ。あ、いや、やめとく。やめるんですけど。あ、だからこれ考えたら、ありえんだよ。はい。タッチ。待って、今のうちに考えとこう、配置を。わー。うわー。欲しい。まあ強いからね、それ一個置くだけで。で置いて終わりかな。それやるならマスターで置いた方がいいんじゃない？それでもないのか？いや、まあこいつ多分でも大変なことになる、マスターで置くと。大変。オッケー。足りなくなる。足りなくなる。あ、俺か。ダークシードとは騙されるな。これと見えてるんで自分。これちょっと欲しいけど、これ。これとこうだな。これは何が足りない？あー、なんかこれでいいや。あ、ちょっとでマスターします。今2ターンなんです。マスターで終わりね。はい、どうやって置くんだ。こうして、こうして、こうして、こう、こうと。すごい、1ピースのやつ足りなくない？ん、エンドターンお願いします。今足りないだけでしょ、別にこれいつでも。後の三巡。分かってないな、クモニ君。あ、すいません。ちょっと、私初心者だもんね。まあ、ゴースト分解しちゃうのやつだからな。誰だ？何枚なんだろう。みんなでもクリアしてるのは、あ、もう多い人だと6枚だ。まあ、6枚もいった。あるから。大体でも同じぐらいか。はい。お。はい、これ捨てま、ああ、これクイックできねえ。固定されてんのか。これと、あれ、これやってない俺。レベル3。やった？これを交換して、やった？やったわ、これ。マスター使いまーす。あった。やったよ、やったよ、これ。大丈夫、また。また、リカバリできるよ。やったよ。なあ、曇り、曇りじゃねえ。これを次のターン送るもんないから。いや、リカバリできるよ。で、あわいよ。やってるよね、ワット。そうだよね。あるんですよ。で、これ今2ターン目でーす。はい。で、Wanna become famous? View I followees. Primes and YWRS on. Web URL. BigFollows.com. あれ？あ、ここにあるのか。どうしようかな。いい引きが求められてますよ。ヨハ。イラン、イラン。これ難しいな。あ、白いカード3枚です、山札。もう俺がもう搾取してってっかんね、今。何やってんだよ、クーサ。言いてんじゃねえ。ちょっと待ってね。bigfollows.com のダイレクトすぎる URL 好き。久しぶりに見たな。これ難しいな、マジで。難しいな。これ欲しい、これ強いな。これ置くためには俺。5めっちゃ欲しい。やばいわ、これ。これ強いな。やりすぎた、これ。これ強いな。やりすぎた。やりすぎた。5で溢れ返る気がする、これ。いやいや、ゴーストピースで分割すればいいんじゃないですか。確かに、その手があった。俺のゴーストピース一体どこへ？これで、お願いします。あ、ゴーストピース出ましたよ。やった。悲しいね。それ俺の、それ俺の、それ俺の。あ、エンドターンします。それ俺の。
それ俺の、あーあ白なくなりました。で、あ白なくなった、まあ、黒にもゴーストピースあるから一応ちょっと待てよ。でだそうだよね、123123、まあ、人のもの取っていくな人のもの人が欲しいって言ってるものを取っていくな、ロックされるのうざ、これこれクリアしたやつロックされるのか。そうだね、で1、で2、基本的にこれで未完成のやつって得点にならないんだけど、だけど最後終わった時にそのなんだろう、パズルを置いて完成させることは一応できると。これね、あ取れた。ただそれをそう、それをするにはそのパズルを置くと合計点からマイナス1点される。なるほどね。要するに一旦に1点稼げるとか、1個置いて1点稼げるのは意味ねえと。そう。なるほどね。だから最後あと1個置けば完成できたのにの救済処置はある。はいはいはい、だけ覚えとけばいい。君にあと何枚？ 12 枚か。12枚。あっという間に終わりそうなの。なくなったターンで終わりなんだっけ？なくなった瞬間に終わり。山札がなくなった週で終わり。週で終わり。なるほどね。サタプレイヤーになったら終わり。はい、ターンエンドです。はい。自分勝ってるところからさ、なくしていった方がいいのか。でも4枚までしか持てないんでしょ？うん。4枚は削れるってことでしょ、でも。そうね。俺、今点数いくつなんだ？ちょっと確かに俺も自分の点数見よう。あの時捨てたゴーストピースが戻ってってほしい。サーチマスターで一旦あの時捨てたゴーストピース、あの時助けてあげたはずのゴーストピースがいないんだけどお前バラバラにしたんだよなお前何これなんかできてんだけど生き別れにさせたやつが生き別れにしたできてんだけど、あいつセンスあるわ、あいあいがさあいつセンスあるわ。いやえ東海でバリス、じゃあ一人だけあいあいがさとか言い始めたやつおったぞ。バリ携帯電話やろ、あいつやるな、バリさんに決まってるだろう、何言ってんだ。ちょっと世代じゃなかったわ。チラッてよく見たらバリさん、わらわら天才はい、あいつでも待って、ま、天才おる、わらわら、いや、待ってるから。確かにあいつ、ゴーストピース持ってる、強っ。もうみんな白のピースに目もくれなくなってきてる。いや、もうこうなっちゃうとね。まあ一応やば、なんだろう、今出てる一番左の白のやつはまあ2ね、1アクションで1点もらえるから強いんじゃない？おっと、2アクションで一体何を進化されるんだ？ガシャガシャ。無印が進化できるぞ。これ。おお。ああ、そういうのもいいの？あれ違う違う、アクション、あのこれ三角だから、三角じゃないや。矢印のカード。あのさ、ああ、いいのか。なんかそれに置いたやつをアップグレードしたじゃん、今。それはダメなの？ダメです。あ、ダメなの？順序は逆。先に右獲得してから戻ってくるから。え、ちょっと話変わってきたな。聞いてないよ、そんな。でも右獲得してから俺は、曇りの時にそれ言ったから。そうだね。言ってましたよ。あれ、マスターピース中にアップグレードしたってこと？曇りのプレイ中なんか話聞いてねえよ。これと、考えとけって言うから考えてたんだよ。自分の考えすんわ。この2つしかアップグレードできないってことだよね。こっち使ってるから。そう、ああ、マジか。あれ、これ1個今からアップグレードして、マスターアクションしたっていうことにすれば、まあ足ります。あと何アクション残ってるか知らないけど。あと1アクション。あと1アクションしか残ってない。まあじゃあそれを事前にアップグレードしてて4にしてたっていうふうにするんだったら、多分5にできる。まあいいんじゃない、全然。それで、どういうこと？これでもそのやる前にもアップグレードしとく、先に。そう。あの4に。これ、青4に当てる前に、1ターン目で、これを、なんか、あ、これを4にしとけばいいのか。そう。4にして、だからそれを。その代わり、1ターン分なくなっちゃうけど。なくなっちゃうけどね。まあ、そしたら5になるね。いいんだって、まあ、5にする価値があると思うんだったらそれでいいし。4にしたいけど。このままいく？いや、5にするか。5にする。そう、5にしたら結構分解が強いからね。最後の最後で使えるから。理解とかね。リスナーさんの予定とは一旦減っちゃったけど。これで3ターンか。3だね。うん。終わりです。
エンドターンエンドでお願いします。ターンエンドボタン押しといて、タッチ。あ、マジだ。じゃあ俺これアップグレードします。これ、はい、あれピースみんな多くね、多いよね。で、あなたも多くない？俺7ピース持ってない。俺5ピース。それは少ないわそれは少ないわはい、エンド。え、みんな多すぎない、はい、いやいや、でもね、終わった段階だと大体10、平均15は持ってるよ、基本。ずりーぞ。結構持ってるよ、みんな。こいつ進化する。だって持ってないってことは完成してないってことだから。俺取ってないの？ない？これ。それは自分の不注意かもしれない。アップグレードを多めに、7話の場合はアップグレードしすぎだし、場合の場合はね、多分あ、俺取ってないのあるわ。レベル4から。マスターやります。これ多分取ってないよな。本当に？バカって書いてある。おい。わら。あ、俺マジで取ってないの多分。これペイントどうやって書くんだ。ペイント。ちょっとマジで取ってない。これマジで取って、マジで取ってなりました。あった。ちょっとカード表示してよ、カードを。え、めんどくせえな。アップグレードしたわけじゃないのか。まあ、マック GM 見て、マック GM 見ておいて。はい。あ、それも。そう。取ってないよね、これ取ってなかった。他にもあるんじゃない？何は大丈夫そうです。俺もあるかもしれない。だからレベル1を取ってない限りは基本的にそのできた数プラス2なはずなんだよ。だ今できた枚数は6枚でしょ。で元は8だから1、2、3、4、5、6、7、8。あっ、鉛筆だ。それで数えれば分かりやすい。わあ、めんどくせえ。これ誰やってんの？これはちょっとセンスないな。あれ、これ色変わってない。なんでだ、なんでこれ色変わってないんだ。色変わってないって何？今ね、7さん図鑑です。考えてます。俺にバカ間抜けって書いてあるやつに司会したんだけどな。考えとけよ。白で書いてるからって俺にしないでほしいな違う、あれだよ。あのね、カーソルがね、ちゃんと戻るとこ見たら。はい、どうぞ。カーソル、いや、気のせいだ。気のせいだったか、すまん、確かに。うん、じゃあ次の投票、曇りで。とりあえず曇りって言っとこう。はい。怪しいな、あいつ。はい。あ、綺麗に並べるの流行ってる、こいつら。ブロック。え、どっちがいいんだ？どっちだ？これ欲しかったとはいえ、めんどくさいことになったな。キムライズ SUS。黒いの一番上にあると違和感があるな。確かに。これむっついな、マジ。俺強いですよって感じ。ああ、めんどくせえなー。このゲームお腹いっぱいで眠くなってる頃にやるとあかんわ。集中力が持たなくなる。いや、これ取るの後だな。マスター使いまーす。はーい。一旦目で。これとこれと、あいつマスゴースト、あいつゴースト多くねえか、これすごいぞ。で、ゴーストがこれとこれかな、取ってこれ回収します。ああ強い。そうだね、合ってるね。これほらほら、ああそう、本当だ。ゴーストあれね、入ってるか分かりづらいな。回収します。うるせえんだよな。で強い、あいつ。ああもうロックされんの、これ切れそう。自分で取ろう次から。はい、はい、でこれで一ターンでしょ。白カード多くない？でね、2位、あいつあのゲーム分かってる気がする。3がむずいなこれ。おい鉛筆、鉛筆おい鉛筆、そこの鉛筆、鉛筆オレンジ色の手になった鉛筆。へえ、見えてたぞ今俺は。3、遊戯王のデュエルフィールドできちゃった俺。以上。はい、どうも。曇り。ああ、まずもうそっち考えてる暇ないのにね。もうなんだこいつのフィールド。フィールド展開。もう自分で飛んだ。領域展開した。1、マスター、マスター、マスターアジアします。
マスターアジア。あれ待って、あれ一番足りないってなってない、一番の。スースーしてるけど、あれザコいる、もしかして。あれやった、えイッピーズ、おーおい、こうして。変えたぞあいつ。こうしてっか。あー、こっちのがなんかちょっと気持ち的にしっくりくる。こう、あれなんかん弱くね。あれ弱いな。 あの上のあれ2文字の称号実は合ってるのでは。待って、どうしよう、ちょっと待って、こいつどうする。うん、それはもう3。いや、ぶっちゃけさ、マスターみんな捕まくってるけどさ、そうならない。お前ら足りんのとか思いながら見てたけど。これ2でしょ、今2。あれちょっと待ってよ、トロール言われてるで。こうするか、とりあえず、はい、とりあえずこうして、で、ならば884番さん、バカマ抜けか。マスターで置いたの全部4枚とも、うん、4枚とも置いた、はいはいはい、これ見てなかった。マスターは使ってよ、で、おめでとう、マスターをようやく回収、はい、終了です、はい、はい、取らないでくれ、頼む。アクションしよう。なんか僕、バキ君ちみたいになってる。白いのなくなってんじゃん。バキ君ちになってる、俺。これマスターしてる。このハテナなんだ、このハテナ。いや、こさんって、ね、あ、いこ。マスター。マスター。ヘイマスター。最後のやつなんて書いてある？あ、これか。ねえ、これで2ターンでしょ？で、あ、1枚しか取れないよ。いや、何枚でも取れるでしょ。あ、取れないんだけど。ん？ん？お前これ、処理ってはいるよね。ん？変な書いたらバグってないの、お前。電波。いや、4。いや、マジでこれ消せば。これ消せば？いや、関係ないだろ。確かに。うん。いや、でも、知らんよ。バグった理由は。カードを無理やり持ってってバグったとか、そういうわかんない。取れないんだけど。ボタンマーク出る。固定されてんじゃないか。ボタンマーク出てる。ボタンマークは出てんの？なのに取れないの？コネコだから、コネ固定されてたから。あ、おお、来た。長いも2枚出たぞ。2枚出てる今、気のせいか。これも多分拾えない、これどかさない。いや、まあいいんじゃない。これまあいいか。2枚あるけど、まあいいんじゃない。いきます。じゃあマスターします。はいはい、あれマスターできるよ、あいつ強くない。あ、強い。これ右と左の埋まるの。まあそろそろマスターして大丈夫。あれ、そのマスター大丈夫。みんな気遣いが、まあ言うて確かに大丈夫。ああ、18時、あと30分もなく終わるでしょ。今日なんかあんの？ある。設定。30分後に設定しとこう。これが終わったから、これが取れますと。やる。まあ、30分経っても一応大丈夫ではあるから。エンドです。はい。じゃあ俺は、ちょっと待ってね、一応。ここにセットすることにより、19時集合だったはずだけど。これを、進化する。19時集合っすね。でこれもらいます。回収回収。あ、間違えた。あ、なんか気づきを得た。おめでとう。このゲームそういうゲームだから。間違えてますよね、これ僕。どうした、田島。まだな、気づいてないし、みんな気づいてないし、回答もバレないかな。見えてるな。っ
で1ターン目終わったから、あに2ターンか、2ターン終わったから、なんかみんなマスターゴーストレイズが多いな。これ何だった、セコイズ、あ違う、行ったんだ行ったんだ、アップグレードあげたから行ったんだ、ターンが取り込みください、アップグレードするか無理やり、どうしよっかな。これだ、これもらうと俺は。しとこうかな。で、2ターンでしょ。で、マスターします、マスター。で、アップグレードの処理。そうだね、アップグレードどうしようかな。これ、これだけで、これだけ。いや、別に他のもアップグレードできるでしょ。いや、できない。いや、できんじゃないの、レベル3とか4を。できるでしょ。できるよ。ああ、同じやつにもできるし、タークもできる。ああ、このアップグレードで。そう。言うてな、するかったら微妙だよな。これアップグレードするわ。これよ。やべえ、こいつは強え。強い。で終わり？で全部終わったよね、処理。サンタ終わったよね。勝てるかなって、勝てるはずだって思いながらやってるけど、勝てるか分かんなくなってきたな、なんか。終わり。なんだそりゃ。バカじゃねえの。あれいいな。あの5。この5。最高点数だね。5結構取ってんだよな。強っ。確かにこのがいいのかな。わかんねえな。悩ましいな。うん、ゴノが本当に強いのかどうか。埋まらなくなる気がして怖いんだよな。そう、俺も。はい、ゴノ取るよりなんか一気にパッて、あ、でもあと4つしかないのか、カード。これ16マスでしょ？え？俺埋まんないわ。ね、うん。俺は埋まんないわ。はい。あ、俺か。はい。あ、落書きしすぎやろ、見えねえよ。モスターを使って、ああ、もう埋めて、で、これはもう手動でやっちゃおう。で、緑をもらいます。はーい。あ、ごめん、あの、先にこっち拾えたやつありました。先こっちやった手でお願いします、めんどくさいんで。で、これマスターの続きです、マスターの続きです。はいはい。ちょっと待ってね。で、一旦と。これができないんだよね。で、これで一旦で、で、何これ、矢印2個ついてる。そう。矢印2個でも遅くないか、出るの。わかる。矢印2個ついてる、ほんとだ。もう、多分それ完成した頃にはもう次のターン自分回ってないぐらいのターンやぞ。じゃあ、ダブル矢印だ。早速チート対策。だってこれ、山札なくなったらでしょ？うん、あの3枚。終わったわ、もう。完成。どう完成ですればいいのかって頑張って。難しいなぁ。完成しなくない？完成するよ君。しないからといってチケットみたいにマイナス点になるわけじゃないんだよね、でも。そう。そうだよね。むしろ1マス2マス余ってるぐらいだったらそのまま放置して終わった後に1マス2マス無理やりはめればいいのか。はめればいい。ちょ待ってください。上を拾うべきかどうか悩んでるんだよなぁ。
じゃあ上今さら拾えねえな。あれでまだ1位ちょっと待って、みんなの見して、意外とコツコツ終わらしてんのかみんな。ってことは、あー足りないな。いやミスったな俺、点数ないのは拾う時じゃなかったなこれ。非常に困っております。頑張れ日本。こういうの拾っといた方がお前らが困る気がする。そうやってね妨害に勤しむのは良くないと思うな。こうなって、今やっと出てきたけど、その2個矢印書いてるやつあるじゃん。あるね、うん、あもうこれはレベル3があったらそれレベル5にできるって意味だから、はい、加速チート、加速遅かったね出るの2つとも。エンドターンで遅かったね。使えるかって言われるとちょっとハテナはつくけどね。うん、もうなんだったらゴースト分解しようかなって思ってるけど。それ取ったかー。うわでかいのいっぱいあるよみんな。それ取った頑張って完成させてくれや。か、うん。悪いけど完成させれんだよな。俺はいや取れない方が良かったなこれ。終わるな。終わってからでも一周回ってくるんでしょ。ん山札がなくなったら。あ、俺まだ2ターン目かこれ。あ、待って、これまだ2ターン目だ俺。え？完成させて、最初マスター1枚取ってか。マスター使って1枚取って、そうだ。あとまだ使ってねえよ俺。待ってごめんなさい。お前拾ってからマスターして拾ってるでしょ。拾ってから？あ、一番最初に拾った。あ、そうか、これ拾った。そうか。あ、ごめん、合ってるわ。だいぶ。そうだね。え、これさ、次受付立ち場でさ、カード1枚拾ったらさ、1枚ずつ拾ったりでもしたらさ、終わりでしょ。そうね。でも、ポニョが多分2枚拾って終わるんじゃないかなと思ってるけど。勝てるよ、ポニョ。拾って終わる分にはポニョがスタピーだから。スタピーだから、スタピーは自分で拾うのは損だね。俺は拾えない。あ、でも、ん？拾っ？え、スタピーが拾ったら僕までやるんでしょ？そう。やりたいかって言われたら、やんない方が強いのでは。見事。まあ当たり前だけど、拾った人はワンアクション損だから、その分が響くから基本は誰も拾わないね。なるほどね、確かに。だけど逆にその他の人が未完成の状態今なってるじゃん。だから、うん、逆に今自分が完成してるから早めに終わらせるっていう人もいる。だって今強いと思ってんなら終わらせろってことでしょ。受付と立ち花が早いって拾われたら本番って終わるでしょ。あいつ9枚もあるからないでしょ。パンパンって終わるんだよな。でもどうしよう。思ったよりみんな最初序盤に黒を拾いまくってたからね。思ったより早く終わるんだよな。だいぶ想定外。ちょっと待てよ。そうだよな、足りないもんな俺。自分の点数はサーチで見るのがいいですよ。いやー、かけるか。何点ぐらい取れるんだろうこれ。まあ終わった後に、うん、終わった後でいいと思う。うん、じゃあまあ俺は一旦100点どうしようかな。僕今計算したらちょうど100点だった。100点、さすがやな。いや負けました。次のターン帰ってこないということにして、マスターでこれ置く。ちょっとはめてよ。え、置いて弱くね。こっちめっちゃセンスがあるね。こっちひどいわ。何そうなのか。これ頑張れ日本。クマイ君ちょっとセンス。どんだけ悩んでんだよマジ。まあ待って。だって受付が終わらせるかどうかで俺の点数だいぶ響くんだもん。で、まあもらってもあんま意味ないけど。ただ受付さんは勝てるのか。受付が終わらせることはないんじゃない。まあ受付か立花が終わらせるかな。これはゴーストバラバラ殺人か。でじゃあ終わらせようかな。ターン目。そうね。あの2人手持ちが結構強いから。終わらせないと逆に多分ね、周りのやつらが強いから。強くなっちゃうんだよ。で、これで、これもらって終了と。はい。受け付けずターン。ターンズ受け付け。ほぼやることは決まってんだけど。どう？
これ最後の最後、俺もだけど立場の受付が多分、あ、まあカードってさえいればいいのか。いや、一旦ミスったのがかなりでかい。いや、ここってさ、重なってなかったっけ。重なってる。だからもう一枚本当はあるから、どうしようかねって話なんだよね、それ。ロックで外せるの、それ。ああ、そういえば。外せないな。クリックして、出てきたらいいよ、出てきたで。え、あれ、まあ、サーチで。あ、ちょっと取っちゃった、ごめんごめん、取っちゃった、取っちゃった。ん？それサーチ？違う違う、見送りしてやって、取っちゃった、これ。なるほどね。じゃあ逆、こっち戻すの？まあ、いいんじゃないの、うるさい。なんか何でも2枚重なってんの？なんか誰かに2枚重なってるのが言ったんじゃないの？立場中なるかに。いや、じゃあ2枚重なってるの戻した。あ、戻したの、うん、じゃあいいじゃん。今2枚重なってるのを片方俺が取って。ああ、なるほどね。だから種類は変わっちゃったけど、どうするって話。あ、いいんじゃない？うん。はい。誰も取らねえよ。はい。あれ固まってる。これ3枚。あ、2枚か。ん？あ、いいんだ。いいのか。いいのか？あ、固まってる。あ、これで結局2枚の？まあ、いっか。取ったんだっけ受付かなんかが。ここにあったやつなんか1枚こっち来たんだけどな。どこ行ったんだろう。それは受付が戻したの？戻したよ。戻して受付が取ったのか。バグってるやつ1個あるわ。なんか1枚バグってるね。はい。これがあれじゃない？バグったカードじゃない？ほら、これがバグったカードだ。あ、消えたんだけど。ここに、ここに1枚あります。あ、じゃあこれ、これある程度、これある程度のします。いや、それ戻んない、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 なんかしんだけど、バグってっから。うまい、うまい。はい。いや、もう下置いといていいと思うよ。そう、乗んないなら。うん、おいしい。これで体できたじゃん、体。で、1枚拾って、今マスターピース？はい。固まってあ、最悪。あ、これ、これにも置かないと。あ、ごめんごめん。まあ置かなくてもいいしね。いや、お金ダメだ。置かないとダメ。あ、ダメなのか。マスターだから、マスター。もう置かない、山、あ、置かない回あったんじゃない、お前。大丈夫か？お、チートか？置かないとダメだからな、マスターは。いや、これで3か。はい。うん、はい。立花。はい、立花のターンです。エンドターン。え、あ、ごめん。あ、それピースだったんか。どうなるか。レベルアップします。はい。で、固定されてる。あ、乗ってる。触らん方がいいわ、あれ。あ、マスターできないんだよな。理論上はできるよ。あ、できるか。マスター。そう、キックダンスもできるよ。理論値。そもそも分割できるから。分割はでも、ね、マスターとは別だよ。うん。マスターとは別だよ。分割とマスターを同時にできない。っていうアクションになるから。レベルアップでマスター。うん。はい。置いて。ダメ。置いて。置いて。で3ターン。3ターン。でポニーやっといちゃえば、うん、これだんだん柔軟なくなってきた、うん、こっち。あ、じゃあマスターね、マスター、これマスター、はい、マスター、はい、で一旦で回収、回収了し、で次2ターン目で3ターン。あれ、あいつめっちゃ綺麗に終わらせるやん。なんだあれ、やばい、ポニーが強い。終了。はい、終了。カチャ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 。はい。これ俺取ったらもう終わり？終わり。その終わり。その週で終わり。え、終わりなの？タッチ今。あ、取ったらその週、その週で終わり。そうね、ってことは誰まで？俺まで？違う。なんでお前をスタッチまで？うん、おお。おお。取った？あ、取ってないか。いやー、まあ、俺ミスったなぁ。鼻強いのかな、これ。で、言うこと強くないと思うよ。手持ち的には。わかんない。他の人の点数知らないからだけど。
あえて取らない。なんかでもあんまり強くない。これがタク。取っちゃおうかな、ここ。取っちゃおう。はい、終了。じゃあ、この一巡で蹴ってみて。立花さんまで。まあ、予定通りって感じで進んだけど。予定通りじゃないよ。はい、わかる。じゃないよ。マスター使って、これとこれと。これどうすれば勝てるんだ？勝てない。ちょっと待ってね。微妙だな、6枚しか使えてないな。辛いな、ちょっと待ってね。まだこれか。こうして、で、これが使いづらいんだよ、マジで。これマジでクソだわ。それで一旦、なるほど。たくさんあっても使いづらいよね。1個だったらしっくりくるけど。で一旦で終わったんで、さよなら。さよなら。はい。どうぞ。どうも。はい、一旦。まあアドバイスすると、まあ、コーストピースが2個あるから、そう、分割するのかなっていう感じ。でこれ分解して両方とも埋まんなくねえか、埋まんのか、2個ともゴーストピースもあの分解も1回まででしょ、分解は1個ゴーストピース持ってる分あればできんの、そのできるけど、まあ、当然アクションワンアクションかかるから、なるほどね、あそうなんだ、そうあそうなんだ、ある限りは、ただ同じところに乗せちゃいけないよ。あ、な、はい、ダメなのこれ。これが。そう。あの異なるやつに置かないといけない。たる。まあ、どの道同じやろでも。どの道も行ったのかな。で、まあどの道そうで、これでこれ分解して、で2個のやつと3個のやつか。まあ一緒だけど。でもそれ4分化したら置けなくない？それ。うん、分割する必要なかったんじゃない？いやいや。ん？いや、分割してさっき置けないから、その分割はできない。いや、だから分割はできないよ。だって、分割したものを絶対置かないといけないから。あ、絶対に置かないといけないの？そうそうそう。まあ別に、これじゃなくてもあれじゃん。片方しか終わらせれない。別に、これじゃなくてもいいんじゃない？だから、そう、そう、じゃあ、1-1とかでもいいんでしょ、要は。まあそれでもいい。じゃあ2の。1-1でもいいけど、それだと3つに置かないといけないから、今2つしかないから。ああ、これでいいじゃん、これで。あ、それでいいのか。で、こうして、ここでいいのか。で終わって、これで3ターン使っちゃってんだよね。あ、そう、3ターン使ってから終わって。辛っ。で、まああと、最後の計算時にその残ったやつを完成させるぐらいしかないね。はい。はい、ああ、じゃあ全然辛かったな、俺ピースたくさん持ったけど。エンドでーす。10枚とか持ってんのかな。カードゼロのクソ野郎早くしろ。1、2、3、終了でーす。やるね。完成ね。やるね。やらかしたなぁ。はい。完成で。ピース得点なんないんですか、これ。なんないっす。つけさんが強そうなんだよな、さっきから。やらかしたなぁ。ね。それでも埋まる？ねえ。埋まらなそう。ね、これをね、分割しようと思って。ああ。これを。1と。長いやつに。ニョキ。にのまだマスターアクション使ってないんだけど、マスターアクション使えるよね。なるほどね。強い。ただ、不満ねえんじゃねえかっていうのは、俺の中の。これが3ターン目？あ、これ2ターン目。2ターン目だね。これが2ターン目か。まあでも、え？強い。で、3ターン目か。強い。あいつ点数高いのがさっきから多いんだよ。いやー、俺も早めに高め取るべきだったー。あるけど別にここではもうしたところで意味ないから。やっぱなんだっけ、あれだけど。あれだったか。まあ一応けど取っとこう。なんか。でも3ターン目じゃないの今ので。あれ3ターン目だけど、あのラストのやつあるじゃん。アップグレードね、アップグレード。なるほどね。あ、そう、アップグレードか。それだと置けなくて。それだと意味ないな。うん、もう一個低い方がいいね。変えれんでしょ、ラストのやつって。L のやつを
4にすればいいじゃない。ラストに何かあるんですか？ラストはだから置けなかったここのカードがあるなら山盤面の置ける。1コイン使1ポイント使って1ポイント使ってな。そう。だからでかいピース残して、はい、立花丸る方が強いもちろん。はーい。あ、そうなのか。なるほど。じゃあこれマスターで。はい。お強い。じゃあ俺綺麗。まあ今いいか。2、3。立花さん優勝。一応全部はけたけど3ターン使ったとね。強い。これで終わり。終わり。手元にあるその完成させたカードの合計点プラス、もし完成させられるんだったら今盤面にあるやつないです。やばい、クソザコだ。俺マイナス1かな。1ブロックにつきマイナス1点。これマイナス1ね。だから受付はそれは4ポイント加算だね。何点だろう俺。それがやべえ、これ意味ないのか。3点だね。どう考えても受付3点。これ3個使ったら3点。そう、3個使ったら。いや、弱いなぁ。意味ないってことね。両方ともね、弱いから意味ない。両方とも弱いな。竹野と。やらかしたー。はい。これで計算すればいいの？そう、計算すればいい。弱え。弱俺。弱俺も。ビビり上がるわ。ピースしかねえぞ俺。ピースしかねえぞ俺。3点なかったんだ。あれなんか3点なかった？多分ないと思う。これ25か。強っ。わ、高っ。25は強いわ。こうで、10、11、12、13。16点。16点です。20点。強っ。17です。ドベだ。タイドベだ。25点。ドベおった。25点は強い。あ、俺15点だ、俺がドベや。一つ言うと、20にたどり着いてないのもちょっと頑張りましょう。1個だけ4ポイントもらえない？おかしい。ちょっとね、おかしい。俺、テスト取れなかったんです。1しか取ってなかったからね、それが。1個置いてポイントもらえない。1個置いてポイントもらって、16かな、俺。あ、そうか、俺マイナスだから24か。ほら、1点たくさんあるんだよ、1点。強っ。いや、4点が強いな、なんか。4点が強い気がする。4点強い。まあもう、なんだろう、手元のピース4、5くらいあった時点でもう下取り始めていいと思うよ。確かに。あ、そうなんだ。これ、アイダンカレー、これ作っちゃったから、スクエア作っちゃったから、もう取り始めよう。強いね。受付ここまで？あ、そこそこまで。じゃ、これうんこだわ、これ。これうんこだわ、これ。それはね、なんだろう。使いやすいと思うけどな。いや、分解でよかったけど、ずっと、これずっと分解するが正しい、本当は。そう。その この字はね、そう。で、一番使いやすいのはやっぱね、この四角プラスちょっと出てるやつはやっぱ一番使いやすい。ね、それ強い。ね、これ使いやすかった。で、まああとは、やっぱちょっと見てたけど、バイオとは逆に、こう、カード取らなさすぎかな。もっと早めに取っていいと思う。ね、下のカードもっと早く取ればよかった。いや、なんかね、文字長いのかなって思ってたらね、あれないってなったわ。そう、意外に短いんだよね、このゲーム。そう、下のファンダーみんな取り始めたらすぐ終わっちゃうからさ。だから大体そのなんだろう、上の白のカードと黒のカードが大体割合2:1ぐらいで取り始めて、で白のカードを完成させつくマスターピースでその黒のカードを埋めてっていうのが、それをやればよかった俺。分解の使いどころがよく分かんないな。分解はね、最後の最後の方にそのあと1手足んねんだよなって時に、残り3つ完成させるって時にまあ、全部分解して全部にポポポポって入れるのがやっぱり強い。うん、なるほどね。まあこんなゲームです。まあまあ、はい、結構面白かった、うん、最後のターンで分解するのめちゃくちゃ強そうやな。強いよ、それだけ。だから小堀くんの最初に一応分解するのはもう俺から見てもちょっとトロールかなっていう。なんか足りなかったんだよね。なんか足りなかったんだよね。ちょっとこれ分解すれば埋まる、やるしかねえ、やるしかねえって。あ、行く行く、早えんだよな。マスターピースで埋まるやろって思いつつやってるからな。ニューメタ、ニューメタ特に3人に分解したらもう手元にちっちゃいのしか残んなかったから。残んねえから。お前4、このゲームは4と3か要なのにさ、お前2いっぱい出てきてどうすんの。なんか1と2で使わねえやつらがたくさんあったから、どうしたの。マスターピースやりやすいって。そう、いや使いやすく分解してあげないとね、やっぱ。はい、配信終わっとこ。おつー。終わり？